今年の春ぐらいに、はい、夏家族旅行どこ行こうかっていう話になって、ね、で嫁とか子供がグアムに行ってみたいって言うんですけど、うん、休み取れるのがお盆なんで、うん、もう高いんですよ、ね、でもそんなんで僕がまあまあお金管理してる方なんで、あのいやそこなあ言うて、うん、ちょっと厳しいけどなあ、まあまあそれも候補にしとこうかって言ってて、ほんでまあお金も大概いるなあ、子供もちょっと大きなってきたから、うん、うーんと思って ふとあの家の主が便所を掃除したら金運が上がるって聞いたことあるから、はいはい、でまあこれも迷信かもしれんけど、まあトイレ洗うのは別にいいことなんで、うん、まあとりあえず、うん、掃除してみるか思って、でこう掃除してたんですよトイレを。ほんで嫁がバーって来て、お日頃そんなしてないから、うん、何してんの言うから、いやトイレ掃除してんねんと、うん、なんで言うから、いやその家の主がトイレ掃除したら金運が上がると、うん、もうこれも言ったらグアムへの一歩やと、うん、ね、うん、こういうことやろって言うたら、うん、もう嫁も冷めてて、うん、迷信やんみたいなこと言うて、うん、バーって行きよったら、ほんでまあええわと、まあ別に掃除するのはええことやから、うん、掃除してたんですよ。ほんで その日休みだったんで、ちょっと買い物に出たんですよ、うん、で僕にも西宮っていうとこ住んでて、うん、西宮ガーデンズっていう複合施設があるんですね、映画館あったり食べるとこあったり、買い物が結構大きいとこがあって、うん、そう買い物行って、ほんでまあちょっと遅くなったんで、あの飯食ってから帰ろうか言って、回転寿司行こうかって、うん、で回転寿司入ったんですよ、うん、ほんで一応テーブルの方に通してくださいってわーって歩いて行ったら、僕らのテーブルはここなんですけど、横のテーブルでものすごい品のある老夫婦の二人がこう座ってるんで、ほんで俺をバーって通っとったら、お父さんの方が兵藤さんではないのかな、あどうも兵藤です、あいつも楽しく拝見させてもらってますよって言うんですよ、うん、であれだんすで、奥さんの方も振り返って、あ兵藤さんだ、いつも楽しく、うん、見せていただいております、あそうですか、今日はちょっと家族で飯行きまして、あいいんじゃないですか、どうぞどうぞみたいな、あすいません、で僕らはそのテーブル行って、うん、食べてたんですよ。ほんなら、まあ、20分ぐらいしてからお父さんが立ち上がって僕の方向いて、それではお先にってこう言うたんですよ。で、なかなかの陳謝な、あすいません僕まだちょっと食べてます。ほんならその奥さんの方がさささって来て、僕もまあその通路側に座ってたんで、急に僕の手にクシャクシャって逃げ出して、ヒョウさんこれ使ってって来たんですよ。で、うわ思って掃除した日に夜にヒョウドウさんこれ使ってなんてあるのってなって、うわ思って、奥さんじゃあそれ湧きませんわって言ったんですけど、まあ結果から言うと、そこの上に映画館があるんですね。で映画館の半券をその寿司屋さんに持って行ったら赤出しがタダになると、で多分そのご夫婦は使ってなかったんですよね。で僕らこっちわー食べてる間、こっちでミニ会議があって、お父さんこれ赤出しもらえんのに使ってへんわと、兵藤さんには差し上げたらどうだみたいな話があったんでしょうね。でそれは全然聞こえないわけですから、僕ら嬉しそうにお前も取ってくれみたいなこと言うてて、わー食べてて、お奥さんがじゃあ渡してくるわって言うから、わーっと私に来てバンクシャチャって見てないですから、で俺はもう完璧に掃除してるから1万円クラスやると思って、こっちは1万円のテンションで、奥さんそれあげまへんって言うわけですよ。奥さんそれはあかんわと、もうおたばっかりですやんか言うて、で奥さんもいやいやそんなんじゃない、いや奥さんそれはあかんって、もう僕話さないわけですよ。でも僕は奥さんあかんってほんまに言うた、いやヒョウさんでだんだん向こうも引いてきて、映画の案件やから、ヒョウさんちょっと手離してみたいな、いやいやそれは奥さんあかんって言うたら、奥さんがもうたまらんようになったんですかね、半券やねんって言ってきたんです。あんな品の良かった奥さん半券やねんって言うから、意味が全く分からない見たらめちゃくちゃの神なんですよ。何この場半券一緒になって、え何ですか言ったら、これを使ったら赤だしと茶碗蒸しどっちか選んで、ただで食べれるからって言って、ふわーって帰ったんです、うん、残された僕も霊能としか聞こえないんですよ、まあ、めちゃめちゃ恥ずいんですよ、みんなに周りが見られてるわけですから、俺も1万円ぐらいのノリで言うてるから絶対金は思うとるんやんけ。俺ずっとこうなってたら、めちゃめちゃ腹立ったのが、嫁が俺の顔見てニヤって笑って、うん、これでグアムに一歩近づきましたなって言われたんです。うわー腹立つのかびっくりしました。気品がね、ありすぎたからね。そうね、気品があったから勘違いしちゃったからね。あ、来ました。つい先日なんですけれども、ルミネ座吉本というね、新宿に我々劇場あるんですけども、はい、そこにですね、うちの先輩木村雄一さん、はい、キムニーとですね、はい、僕の車で助手席にキムニー乗っていただいて、はい、こう向かってたんですよ、はい、まあ、土曜日で結構混んでたりして、で、まあ、地方のナンバーが多いんで、まあ、どんくさいよー言って、結構助手席で、うん、
ちょっと目くじらをお立てになられって言うてはったんですよ、うん、どんくさいよほんまに言うて、うん、ルミネの、7階に劇場があるんですけど、はいはい、地下の1階が駐車場なんですよ、はいはい、そこが搬入口なんで、うん、その搬入車だトラックとかが止まってる、うん、はい、場合があるんですよ、うん、そうなったら、うん、駐車場いっぱいやとぐるー回ってちょっと離れたところに止めに行かなあかんんですよ、うん、でそこの地下へとエレベーターそのまま7階上がれるんですけど向こうやと結構歩かなあかんので、うん、これもしかしたらいっぱいかもわからんなと、うん、キムニーが電話してくれて、うん、ルミネのスタッフに、うん、下までちょっと車運転できる子おろしといてくれと、うん、ほんでその子に乗り換わってその人に持って行ってもらって、うん、僕らはそのまま上がると、うん、言って、うん、行ったら案の定もういっぱいあったんですよ駐車場が、うん、止められへんなでもそのスタッフの子がいないんですよ、うん、あれおらへんなってパッて奥の方一番奥にエレベーターあるんですけど、うん、そこでずっとエレベーターを止めて待ってるんですよ、うん、ほんならもうキムに降りて、うん、おめえおらー言うて、うん、誰がエレベーター止めとけ言うとんねん車もうが止めに行け言うとんのじゃ、うん、分かれろらー言ってもう地下にキムニーの声が響き渡りほんで向こうはもうすいませんすいません言ってすぐ僕の車乗り換えて腹立つってエレベーター乗って、うん、僕7階押したんですよ、うん、ほらキムニーがもう腹立つって言ってこんなねアホのためにな、うん、無駄な時間どんだけ過ごさなあかんねん全部アホのために俺らもう被害を被ってんねん、うん、どんだけ無駄な時間過ごさなあかんねん言うてる動きで、うん、ここのエレベーターのボタン腰で1回2回6回押してもらうめっちゃ無駄な時間1回2回6回6回の時も顔真っ赤っかいじゃんそれで無駄にしてること多いのよね確かにさあいきますはい来た分かりました、うん今から10年ぐらい前にライブが終わって若手の芸人でみんなで打ち上げをしようってことになったんですよ、うんうん、でその時にお猿さんが来て今モンキッキーさんモンキッキーさんが女の子来たんですよ、うんうん、うわー可愛い子だなと思って、うん、彼女かなと思ってでもちょっと顔でかいなとかっていろいろ思ってたんですよ、うん、顔でかい女だなと思って、うん、そしたらまだテレビに出る前の春菜愛ちゃんなんですよあややのモノマネする今日も客席に来たまだ芸能界に入る前の、うん、ここで大阪から東京に出てきたと、うん、でニューハーフの店で働くためにと、うんうんうん、うわもう女にしか見えないと思って、うん、でもやっぱ顔がちょっとでかいんですよ、ねうん、ちょっと顔でかいけどねって言っててそしたらこれは女にしか見えないから後輩をドッキリにかけようってことで、うん、来てないのがアップダウンだけだったんですよ、うん、アップダウンってコンビいるじゃないですか、うん、でそれのボケの竹森って子がもう北海道から出てきてまだ半年ぐらいでもう純粋な子なんですよもう騙すにはもってこいだということでもうなんとか竹森ってことをファンで言い寄って付き合うっていう方向に持っていくようにしようということで竹森が来たらいや実はねこの愛ちゃんっていう子がすごくファンだからちょっと一緒に飲んであげてっておー全然いいですよって言ったら超かっこいい竹森君超かっこいいって言ったらもう竹森もなんか鼻の下伸び出してうまいっすかみたいな感じで乾杯みたいになっても飲んで旬やしね1時間ぐらい泳がしたんですよ、うん、そしたら結構酔っ払ってきて、うん、でも本当に付き合いたいんだけどって言ったらえ彼氏とかいないですかってうんいない付き合いたいって言ってダメって言ったらいや僕も彼女いないから断る理由はないですけどこれは来たと思っておかしいと思ってじゃあ付き合うでえっつったら「いやまあはい」って言った瞬間にこのままで終わるのもったいないなと思ったから、うん、すぐ愛ちゃんを呼んでチッチッって呼んでって打ち合わせしてでそれでまた愛ちゃんを戻した後に竹森を呼んだんですよ「竹森ちょっと」っつってで来て「どう愛さんと」っつって急にさん付けにしたんですよ僕は。いやなんか付き合う方向になっちゃいましてみたいなもう超喜んでるんですよ顔がもう本当あんな可愛い子いいんすかね僕とかって言っててそれまずいなっつっていやあの人浜田さんのこれなんだで僕も全然吉本入ってまだ2年目ぐらいで浜田さんと会ったこともないからものすごい名前を乱用したんですけど浜田さんのこれなんだやばいやばいって、うん、いや一応今仕事中だからその間ちょっと面倒見立ってくれって言われてるから、うん、俺も今こうやって面倒見てたけど、うん、付き合うはまずいよっつって、うん、マジですかって急に竹森青ざめ出してで戻ってうわもう竹森もううちの竹森やーとかって言ったらいやすいませんって
付き合いないですなんでなんなんでなんいや、あの彼氏いるんですよね。浜ちゃん聞いたんそうや、うち浜ちゃんの女やただもう別れたいねん今つって、もうあの人疲れんねんつって、だからもうあんたと出会った、もうあんたと付き合いたい、それでええやんつって、そうや、もう今電話しよう、浜ちゃん電話しようって言うから、もうやめてください、お願いします、やめてください、やめてください、やめてください、なんでなんて、もうしっかりしいやって、ええやんつって、もう無理です、あ、僕付き合えないです、あんた付き合うって言ったやん、付き合うって言ったってことは浜田の女に手出したのと一緒やでお願いしますって瞬間に、いきなり竹森がもう酒の力もあるし、浜田さんの名前がでかすぎて泣き出したんですよお願いします、やめてください、やめてくださいなんで泣くん、ええやん、ええやん、もうかけるでかけるでって、芸能界いたいんです、いたいんです、芸能界いなくなってもええやん、浜田の女が手に入るんやでお願いします、もう手はしやめてください、やめてください、でも何やねんあんた、どんどんしいや、あんたのもんや、あんたのもんやでって手取っていきなりバーンって胸触らしたんですよ、もみんや、もうあんたのおっぱいや、もみんやって言ってるの、竹丸もやめてください、浜田さんの女性の胸は触れないですって、もみんや、あんたもみんやって、もう全然もみんや、あんたのもんやって、もうやめてくださいって、もうずっと男のおっぱいを揉みながら泣いてる男、やめてください、やめてくださいってから、もうあまりにもかわいそうだから、竹森実はドッキリだよってみんなダーッと受けたんですよ、うわ騙された騙されたって言ったら、竹森も放心状態で、いや意味が分かんないですだからドッキリなんだよって、この子男なんだよ実はつって、どうも男でーすって言って、えマジっすかドッキリなんすか、うわ怖かったつって、うわよかったごめんなごめんなって言った瞬間に、ってことは浜田さんってそっちの趣味があるんですか、もうこんがらがってますよ、パニック状態全くこんがらがってます男が浜田さんはそっちの趣味だからそっち好きなんだみたいなそうまあなそうなるわ、まあそうやな、そうまあでも本人便所蹴られただけで、浜田さんって名前出したらみんながビビるって思っちゃって、ものすごい名前を乱用したんですそうっすね、まあね、僕もですね、まあ、いろいろ松本さんにはお世話になってまして、ある時ですね、木村さんとキム兄と松本さんと3人でちょっと温泉行こうか言って、要はあの温泉旅館に泊まらせてもらうんですけど、はい、であの今回あのホテル行ってみひんか言って、はい、ね、温泉のついたホテルに3人で行ったんですよ、はい、でまあまあ楽しいなー言って、朝起きて朝ごはん食べに行こう、3人とも浴衣でね、はい、食堂みたいなとこ行ったんですよ、結構離れてるんですけど、で行ったら、さあ入ろう思ったら、あ、お客様すいません、部屋に一旦帰っていただいて、うん、私服に着替えていただかないと浴衣のままでは入れませんって言われたんですよ、もちろん僕が一番後輩ですから、はい、これはもう僕がパパッとさばかんたかんな思って、はい、いやちょっと待ってくださいよと、うんうん、なんで浴衣やったらあかんのですかって聞いたら、いやあの他のお客様に迷惑になりますんで、うん、いやあのね、浴衣で朝ごはん食べてて誰のご迷惑になりますと、うん、誰の気分を害します、うん、って言うてたら、うん、キム兄が、はい、おらおらー言うて俺の前で、はい、その人店員に、はいはい、お前じゃ話にならんのじゃ支配人呼べこらーって、ほんなら支配人来あって、うん、すいませんどうされましたか、あ浴衣で飯食うたらあかんよ、どんねんどれすんねん言うたら、支配人が、すいません、お部屋に戻られて、私服に着替えていただいて、来てください。なんでじゃこら言うて、聞いてないと。そんなことは聞いてない言うたら、支配人が、大変申し訳ございません。どないすんねん、いや、部屋に戻って私服に着替えて、なんでやねんこら言うて、いや、他のお客様もよく言われるんですが、ほんな改善せえやって、どないすんねん、すいません、部屋で私服に着替えていただいて、なんでやねん言うて、言うてる間、ずっと、と支配人の耳元で松本さんが、俺の私服浴衣やったらどうすんねん俺の私服浴衣やったらどうすんねんえらいもんですよ、支配人が浴衣のままどうぞ素晴らしいほんま結局浴衣のまま食べた、食べましたはい、本日来ました、これはもう完全に良かったですよね、
4,5 年前の話なんですけど、あの初めて1時間番組やらせてもらえることになったんですね、うん、その当時全く仕事がなかったんですけど、うんうんうん、あの1時間僕らスピードワゴンと松竹の若手のオーバードライブっていう2組で番組やらせてくれることになって、でその内容っていうのがなんか結構過酷な罰ゲームをどんどんクリアしていくっていう番組なんですよ。で罰ゲームの内容が本当に過酷で、僕に当たったのが3日間お風呂に入ってない AD のをペロッと舐める。うわすごいな。でも仕事が全くないからもうやるしかない。でもう本当だけどペロッて舐めたんですよ、うん、でオンエアの日にもう俺どんな風に映ってるんだろうと思ってオンエア見たらやっぱペロッて舐めてて、まあそれは舐めてるんですけど、うん、うわ俺こんなことしたくてこの世界入ったのかなってすごい落ち込んで、うん、俺このままでいいのかな、もう誰かに怒ってほしいとかすごい思いながら見てて、うん、でそのペロッて舐めた後 CM 行ったんですよ、うん、そしたら CM の一発目が天童よしみさんで、うん、舐めたらあかん。素敵や。怒っていただいて。いやいや本当に怒っていただいて。人生舐めずにこれ舐めて。行きます。はい。はい。ジュニアさんどうしましょう。設楽さんなんかどうですか。設楽さんいいんじゃないですか。はい。はい、相方、うん、日村の話をじゃあ、はい、させていただきます、はい、日村もまあドジで、はい、日村はいわゆる側外目を割と言われるんですけど、中身もちょっとひどいんですよ。側だけじゃないんですけど、些細なことで言ったら飲み物よく振る癖があるんですけど、空いてるお茶をまた振ってなったりとか、サインで日付書くのも2000〇〇7とか今書くのを2000〇〇〇7とか2万7000とか、細かいのはちょいちょいいっぱいあるんですけど、そんな日村と昔まあ2人プラスあともう一人友達がいたんですけど、終電に乗る時があったんですね。で終電もう間に合わないからっつって乗らないとこれ行っちゃうよっつって走ってたんですよ。そしたら日村タイミング悪いんですけど、そういう時にかけてよくおしっことか行きたくなっちゃうんですよ。はい、それで日村が案の定こう終電に向かって3人で走ってたら、ちょっと俺おしっこしたくなっちゃったから、もう行っててくれっつって、でもし終電逃したらでもこれないから行っちゃうかもよっつったら、うん、間に合わなかったら行っていいっつって、で途中で離脱して便所に行ったんですね。で僕ら行ったら電車まだこうドア開きっぱなしの状態で、ね、まだ大丈夫だったなっつって間に合うかなっつって、そしたら意外と早く来たんですよ、日村が。おお間に合った間に合ったっつって、あ間に合ったっつって来たら、日村のズボンのこっちがびしょびしょだったんですよ。うわこいつ漏らしたよ。もう大人なのに漏らしたなっつったら、漏らしてないっつうんですよ。漏らしてんじゃねえかお前。こっからどうやって逆転するんだろう。こっちびしょびしょだぞ、色変わっちゃってんだけど、漏らしてない、便所行ったあの後のこと知らねえだろ。知らないよそれは。別れた後行ったら小便器の方は、まあ、人がやってたり故障中で埋まってたと、だから大便する方に入った、和式だったらしいんですけど、まあまあ終電もあったりすごい急いでたから、ブワーッとやって、ちょっとすみません、こうやってこう座るやつのこの辺までしか降りなかったらしいんですよ。でバッてやってザーッてやったら、気づいたらこっちのズボンの中に全部ほいでバーッて履いてきて、あーってなったけど、だから結果的には漏らしてないって。いやいや結果的にそれは漏らしたわ。これ以上ぐらいの、これ以上か。いきます。さあ星来ました。あ、はい、まあ誰も出てないから出てないの。俺も僕どうしますか。あ、じゃあ竹山行くか。はい、3ヶ月ぐらいこの前なんですけど、大阪で僕ナイトスクープっていう番組やらせていただいてて、はい、でそこで一つのネタで、さっき松本さんちょっとお話したんですけど、34歳の男の人で、ほんで、その人別に男性が好きなわけじゃなくて、でも今まで一回も誰とも付き合ったことなくて、で、デートというものをしてみたいと。それ男でも女でも関係なく、デートという行為をやりたいという、
番組に依頼が来て、うん、でその男の人とデートするのが僕だったんですよ。見てた見てた。どうすればいいかわからなくて、ディレクターもわからないし僕もわからないし、どうやったらこの人の要望を応えることができるかということで、でまあロケ中も試行錯誤しながら、なんとかロケは撮り終わったんですよ。でも正直頭も使ったし、まあディレクターも他のスタッフも僕も、うん、ほんと疲れたなってことになって、ロケ終わったの19時夜の7時頃だったんですけど、そこから別に東京に帰れるんですよね。でも今日はもうちょっと飲もうと、スタッフとみんなで、もう結構大変なロケだったからと、と、うん、いうことで、うん、大阪に泊まって飲んだんですよ、うん、でスタッフと楽しく飯食って言いながら酒飲んでまして、うん、まあ今日のロケの反省とか、あそこもっとこうすればよかったなとか、うん、そういうことでワイワイ飲んでるうちに、まあ違う話にもなるじゃないですか、うん、だからそのディレクターの人結構僕より年上の人なんですけど、なんか飲んでるうちにそこで政治の話で喧嘩になったりとかして、うん、お前なんやねんその言い方みたいなことになり、うん、そんな考えちゃうわとか、そんな分かってないじゃないですかって言って、大人とこうものすごく喧嘩になったり、うん、でも最終的には夜中1時過ぎになると、でも喧嘩したけど2人で今日いいロケ作ったなみたいな、うん、よかったよかったで握手して、うん、いい夜やったなみたいなで終わったんですよ、うん、でその後僕ホテルに泊まるんですけど、いつもなんか局が撮ってくれるのはあのリーガロイヤルホテルとウェスティンホテルの、まあ、いいとこ2つどっちか撮ってくれて、うん、でも僕リーガロイヤルホテルの方がサウナがあるんで、朝起きてサウナ入って東京に帰りたいんで、うん、あえてそこにしてくださいって言って、いつもそっちに泊まってるんですけど、うん、その日はなんか都合かなんかでウェスティンホテルしか空いてないんで、もうそこも高級なホテルですから、うん、そこに泊まることになったんですよ。で、夜中2時過ぎ頃ベロベロで一人でそこに帰りまして、で、部屋に入って、洋服ももうベロベロだったら全部脱ぎ捨てて、全裸でベッドの上にグワーン寝てたんですよ。そしたらちょうど朝4時半ぐらいにおしっこしたくなりまして、で、そのまま、おしっこ行こうと思って、いつものリーガロイヤルに泊まる頭の中なんですよ。はいはいはい、構造が、はい。で、もう寝ぼけて、酔っ払ってるし寝ぼけて、いつもこう裸でこうわーって外行って、ドア開けて、トイレトイレって探して、ドアバンって閉まって、ふって気づいたら、それホテルの廊下だったんですよ。で、要は全裸で、そのまま廊下出てて、はい、いつも泊まるホテルは、そのドアが、そっち側のドアがトイレなんですよ。はい、で、そのまま知らずに出て、でも酔っ払ってるし寝ぼけてるから分かんないで、初め歩いてて、途中で便器がないことに気づいて、ふって見ると、廊下じゃんってなって。はい、で、そこからまずどうしていいか分からなくなるんですよ。で、そういう時、俺自分でもどうすんだろうと思ったんですけど、そういう時全裸で、もう全裸でしゃがみ込んで、ずーっと考えるんですよ、こうやって。で、まず酔っ払ってるから。で、考えて、次に何考えるかというと、あの、まず酔っ払ってるから、念を送れば誰か助けてくれるとわけのわからない。で、助けてくれ助けてくれって言うんだけど、誰も来るわけなくて。で、それで徐々に気づくんですよ。で、その時に酔っ払って部屋行ってるから、自分が何丸何号室かもわかんないんですよ。あら。うわぁ、ほんまや。もう、俺裸で今何やってんだ、これ。で、どうしようってずっと考えて、もうこれは下まで行くしかないと。それしか方法はないから。で、もう一番嫌なのは、他のお客とか、ホテルの人に、例えば女でも連れ込んで、それでなんかトラブルあって外に出されたと思われるのが一番嫌なんですよ。でももう行きたい行くしかないからってことで、こうやって全裸でこうやって、エレベーターの前に一人こうやって行きまして、でもエレベーター、誰も会わなかったらエレベーター押してこうやって待ってる時に、電話があることに気づいたんですよ。だからこれ電話すればいいんだと。で、電話して、すいません、竹山ですと、カンニング竹山なんです。今日泊まってます、僕、知ってますよね、って言ったら、わかりますよ、って。部屋番号何番ですかって言ったら、1702ですかなんか言って、あ、わかりましたって電話切って、まだ頭パニクってるから、電話切ったまま1702の部屋の前にこう全裸で着いたんだけど、着いたところで開かないんですよ、鍵がないから。で、ああ、そうかってなって、またその長い距離を帰らなきゃいけないんですよ。エレベーターのとこまで。で、またこうやってエレベーターのとこまで帰って、で、また電話して、で、その時普段使わない言葉がいっぱい出てくるんですよ。で、向こう出たら、すいません、竹山ですけど、すいません、今ちょっと乗ってきられない事情でですね、ちょっと、よくわからないんですけど、今ちょっと裸で、よく助けてください、わからないんですって言ったら、向こうがどうしたんですか、何があったんですか、いや、わからないです、助けてくださいって切って、で、とりあえず、ここにいてももっとバレるから、部屋に行こうと思って、その1702の部屋に帰って、でも人がこう来たら嫌だから、どうしようかなと思って、部屋のドアに、全裸で、ピタッと待って、それが一番いいと思って、そしたら向こうから、大丈夫ですかって言って、とりあえず、大丈夫です、ドアーって言って、そしたら向こうが、はいってドア開けてくれて、入った時に、もう何も聞かないでください、入りますからってドア開けてもらって、入ってガチャッと閉まったら、ドア越しの向こうにその男の人が、おやすみなさい、素敵な夜をって聞こえたのか。違うんだと、女の夜じゃないんだと、素敵な夜じゃないんだと。いやいや、もう、違うよ。そうなんです。知ってる、それ見たでもそのロケ、はい、あ、きつかったな、あれな、きついロケだったね。ちょっとまあいい酒飲みすぎた、いい、そうやな、それあそこから始まってたの、始まったんです、
さ あ, あこうなってきたらもう吉井ですよね、はい、はい、お願いします。吉井をね、出して、あ、どうした、いやとうとう昭和の話ですね、はい、昭和の話聞きたいですね。ですね、はい、実は私はですね、はい、30歳から40歳まで、はい、森進一さんの専属の司会を10年間務めました、はい、まあ、森さんがもちろん すごくいい、北の蛍とか、はい、冬のリビエラとか、ヒット曲が ものすごいヒット曲を持っている時代に全国を回り、それで、まあ、海外からも来てくれないかという、はい、まあ、ブラジルは、まあ、私は行きませんでしたけど、ハワイ公演、ロサンゼルス、サンフランシスコで、まあ、ハワイ公演の私、まあ、一緒に行きまして、まあ、ハワイに泊まりますよね。で森さんはだいたいスイートルームの、まあ、一番上の27階か8階ぐらいのところの一番ペントハウスみたいな、そうです ねそこ の, あの一番、ビーチの真ん中ぐらいのところにあるいいホテルで、まあ、そこへ泊まって私たちもそこの階にね、はい、こうみんな泊まるわけですけど、まあ、付き人がなんか入ったばっかり で,、うん、であるその、これから仕事の打ち合わせをしようとしたらその付き人がいないわけですよ、はい、そこに、はい、どうしたんだって、うん、もうみんな探せって、うん、でも探すって言ったって会は違うし、どこ行っていいか分かんない。私なんかもハワイ初めてなので、ずっとまあ心配して待ってたらですね、なんか音がするんですよ、下から。その、そしたら森さんが泊まってる、ちょうど下が付き人の部屋だったみたいですね。はいはいはい、そしたらその、ベランダのですね、下のベランダからですね、26階ぐらいですよね。あのベランダに乗って、こうやって、せーの、パンって掴んで、そのベランダのあのこの杭ありますよ、ね、あれを手すりを持ちながら上がってくんですよ、こうやって足で7階に7階に、こうやってスパイダーマンみたいなもんですよ、これでみんな「お何やってんだ」って「おってもうみんな こんなになっちゃったわけですよ、何やってんだってこうやってそれからポンとここのそベランダに降りてきて「イエーイイエーイイエーイ」って、怖い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 、それをみんな身震いがして、はい、もうみんな黙ってるわけですよ、はい、で森さんが「何やってんだ何やってんだ」それなんか言わないでしょ、そういう感じですよ、そういう感じ、ほんまですか、そんな感じなんですね、そういうなんかもう、身体能力がすごい長けただからすごい痩せてて筋肉質で筋肉質で背がまあそんなさ、まあ修正ですよね。いや、で森さん何て言ったんですか。でもどうなん、何やってんだよ。これはね、はい、実はね、はい、森さんに電話して、はい、これ言っていいですか、はい、そしたら森さんが、あ、もう35年前の話だから、もう言っていいよ、もういいよって許可をもらって、はい、今日はこれをね、話しすることにしたんです。はい、なるほど。だから森さんに怒られたこととかはないんですか、あんまり。あ、森さんにはやっぱり、あの、司会やってて、こう、タイミングが悪いとか、はい、いろいろご指導は受けました、ね、まあもちろんそれはそう、はい、どういうふうに言われるんですか。いや、それは森さんの、あの感じで。まだ、違うよ。はい、そうですね。いや、いや、大げさねー。いや、やっぱり森さんに世話になりましたからね、やっぱりモノマネするっていうのは失礼じゃないかと思って本当はもっとできるんですよね、もっときちんとできるんですけど、あえて下手にしてる、ね、やっぱ失礼じゃない、許可いただいたから大丈夫じゃないですか、こんばんは全然ダメじゃない全然笑って全然ダメじゃないですじゃあ行きますよ、はい、はい、うわあのですね、はい、僕はこれ小学2年生の時ですけれども、うん、2年生と6年生が同じバスでバス遠足に行くっていうのがあったんですよ。うん、で、まあ、あの2年生と6年生、みんな体育館に集められて、うん、こう先生から注意事項を聞くんですが、僕の同じクラスに、これ大ちゃんっていう大輔と同じ名前なんですけど、うん、大ちゃんっていう子が、うん、もうすごいね、感触持ちみたいな子で、うん、もう授業中とかもう、うわー言うたりする子なんですよ。ほんで非常ベルすぐ押したりする子なんですよ。で、大ちゃんはいっつも怒られてるんですよ。ほんで、さ、注意事項しますよ、って体育館集められて、みんなこう、パイプ椅子座って、こう聞いてたら、目的地まで、ノンストップで行きますから、トイレはね、バス乗る前に先行っとくように、はい、って言ったら、大ちゃんが、はい、おい絶対ノンストップやな信号無視すんねんな
って言うようにしたの。先生が、いや、大輔、ほら、通話しなさいって言って、うん、ほんで、まあ、体操服で行きますから、うん、お尻に名前を書いてくるように言ったら、まだ大ちゃんが、うめ、ん、お尻に名前書いて、体操服着て見えへんわって言って、うん、言いよるんですよ、はい、先生もさすがにキレて、うん、大輔静かにしゃ言うとんなー言ってキレられたもう大ちゃんうわーなって座ってた椅子ぐわー持ち上げて、うん、お前ぶっ殺したろって言ったんですよ、うん、ほんでうわ怖ー思ってもうシーンですよ、はい、もう先生が大輔なんで殺すんやって理由を聞いたんですけど、うん、大ちゃんもうわーなって包丁で突き刺してやるシーンですよほんなら6年生のうちの誠治兄貴が立っていつ以来やんけ大ちゃんが爆笑に突き刺したすごいその頃からすごいね顔真っ赤っかですよ身内として身内としてその頃からツッコみたかったよなすごいなまあちょっといい話でもあるな何やろあ、陣内はい、TMC っていうスタジオあるじゃないですか、うん、東京メディアシティっていうキルタスタジオによくもあれっていろんな各局の番組を収録して、うんうんうん、ドラマとかも撮影されてるんですね、はい、そうそうそうで僕ちょっと早めに仕事が終わったんで1時間ほど早くその TMC の学園に入ったんですよ、うんはい、でそれは特番の収録やったんですけど、うんまあ、ちょっと休んどこうと思って、うん、で学園に入ってテレビつけたら、うん、あそこの楽屋っていろんなスタジオが映るんですよね。そうなのよね。収録してるとことか、それこそリアルにドラマが撮ってるところとかが映るんですけど、僕がパッとつけたら、たまたま僕が出る特番の、カメリアンをしてたんですよ。スタッフの皆さんが。で、首からね、こう名前をぶら下げてるんですよ。タレントの。関根勤とか、鈴木奈々とか。でも、陣内智則ってつけても、AD の、あ、ここに座んねや、とか思いながら、まあ、どんな番組知らなかったんで。ほんならそのカメリアなんで、こう司会者の人が、ちょっとこう、スタッフだけで楽しむような感じで、関根さん、今日何食べたのみたいなことを言ってるんですよ。ほんで関根さんと扮する、まあまあ AD は、あ、カレー食べました。みたいな。別にそんな大した話じゃないですけど、それでクク笑ったりしてるんですね。早いからね。で、ほんで鈴木奈々ちゃんの AD の女の子に、靴汚いねって言う。ほんでカメラさんがバーって靴を寄ったら、してなかったんですよ。ほんならまあ、わー笑ってるんですよ、スタッフが。なるほどね。ほんでその司会者が、今欲しいもの何、うん、って言ったら、まあ、鈴木なら扮する AD の女の子が、うん、お休みですって言ったんですよ、うんうん、そこは靴だろお前みたいな感じはでももう芸能人の感じでやってんですよ、うん、次僕扮する陣内智則に、うんうんうん、陣内君はいいね今日終わったら奥さんの手料理食べれるからって言うてんですよ、うん、あれって思って、うん、ちょっと待てよ、うん、楽屋で何この感じだ、うん、僕扮する AD のやつがちょっとニヤッとして、うん、いや僕奥さんいないんですよって言ってるんですよね、うん、あれなんかどっか聞いたことあるな首なんか、うん、いや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 綺麗な奥さんで羨ましいよって言うてるんですよ、うん、言うてるんですよでその僕扮する AD が、うん、いや離婚したんですよって言うてるんですよ言うてる司会者が、うん、って言うてるんですよこれ僕と増野さんがよく番組で陣内お前家の奥さんおっていや僕離婚したんですよ知ってるやろっていうくだりを僕がいないとこでスタッフがゴリゴリにいじってるんですよ僕をこれ何やこれ思って汗かいてきてこんなとこでこんないじり方してんねや思ってこんなんか司会者が家帰って奥さんおるからねで僕が僕扮するやつが、うん、いや僕離婚したんですよ、うんうん、でそいつが「言うて、うん、僕扮する AD が「うん、いや知ってるでしょ」言うて、うん、ケタケタ笑ってるんですけど、うん、その司会者の首から「草の人知って絶対せえへん」草野さんそんな金せえへん絶対草の人そんなこと絡んでこえへんと同じ人としても全然ちゃうからただやりたかっただけみたいな無にしてもリアリティだよそうなんですよ僕のいないとこでスタッフ同士がその絡みで遊んでるんやみたいなゾッとしてあれ見てまうわでもな見ちゃう見てまう何言ってんのかなっていう持ちネタとかやってるかもしれないじゃあね、いきます一回も出ないあ、小本僕が、小学校の時のお話をさせていただきたいんですけども、はい
父兄が集まった、劇をやりますから、全校生徒の皆さん、集まってください、お母さんがみんなで練習した劇があるんです、それ桃太郎なんですけど、でお母さんは、僕のお母さんが犬の役という大役を任されたんです、まあまあすごいとこやね、いい役もらったなお母さんって、でお母さんも頑張るから見といてなー言って、まあ、すごいまあね、いい役なんで、僕もねみんな友達集めて、あの犬がうちのおかんやから、で桃太郎が出てきて、で、あの腰につけたきびだんごでね、もう手はあとやってたら犬が出てきて、桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご一つ私にくださいなっつってね、お母さんが出てきたんですよ、わー言って全身真っ白のね、このタイツで、でこっちをここしてね、こう犬の形でパーンとして、でうわーすごいお母さんやと思ったんですけど、拍手が あれあれあれみたいなことになったんですよ、みんな全校生徒が、あれあれおかしいよみたいな、パッと見たらお母さん、その白の全身タイツの下に下着で真っ黒のパンツをしてフワジャンお腰につけたきびだんごをちょっと私もくださいって言ってたんですけど、みたいなどうしようと思って、うわそれ絶対嫌や俺、こんな嫌なこと、もういやもう頼むわ思って、きびだんごもうて、じゃあ一緒に鬼退治に行きましょう言ってケツプリンと向けたらティーバッグやったんですよなんでその犬の形だけリアルにしてるの大喧嘩大喧嘩やな、いやわほんまにろくでもないんですよ、ずっと出てるしな犬は、ずっと出てますから犬はな、結構いきますよ、はい、あ、こっち出ました、これどうですか、どうですか、やりましょうか僕も、あー、じゃあガッチャンいきますか、はい、やります、はい、ですね、テレビの番組の企画で、青木ヶ原に心霊写真を撮りに行くって企画をやったんですよ、で僕とアイドルの女の子何人かで大きいバスでみんなで向かったんですね、で着いたら夜の12時で、ちょっと待っててくださいっていう、ちょっとペンションみたいなとこで待って、でその待ってる間も怪談話とかする人を呼んで、ものすごく怖かったんですよ、で夜中の2時からやりますと、牛蜜時なんで、で2時になったら青木ヶ原にまたみんな行ったわけです、で行ったら街灯も何にもない、なんです、はい、でルールとしては一、人一つインスタントカメラを持ってって一、人でまず入ってって全部撮り終えたら持ってきて写真を確認する、で撮れてるか撮れないか確認しましょうってルールなんですよ、で一人目のアイドルの子がインスタントカメラを持って入ってったんですよ、そしたらね真っ暗なんで、もう10メートルも行ったらその子見えなくなるんですよ、はいはいはい、でうわーっと思って、でしばらくしたらその子が戻ってきて、撮りましたっつってその10枚の写真を、じゃあテーブルに並べようっつってパパパパパンって並べたんですよ、心霊写真って普通ねちょっと影の具合でなんか顔に見えるねでその程度じゃないですか、はい、全部にはっきり写ってるんですよ、と思って、なんじゃこれと思ってはっきり写ってるんです、でそのもしものことがあった時のために地元の霊媒師の人も呼んでたんで、これ何ですかって言ったらこんなことありえないって言うんですよ、で2人目の子はもうその時行ってるんですよ、で戻ってきてまた写真を持ってきたんで広げたんですよ、全部にはっきり写ってるんです、また1人目の子と2人目の子が全然違う人なんです、なんじゃこれっつって、で霊媒師の人がこれはやばいと、やめた方がいいですよって言ってプロデューサーを呼んで、そういうことだからやめようと、でも今3人目の子が行っちゃってると、じゃあその子が戻ってきたらやめましょうと、これはやばいっしたら3人目の子行ってるから待ってたんですよ、そしたら青木ヶ原の真っ暗な青木ヶ原の中でギャーって声だけ響いたんですよ、うわーっつってスタッフが何だと思って、スタッフが何かわーって走ってったんですよ、でなんだなんだなんだと思ったら、その子がもう失神ですよね、わーってもうカッチカチで痙攣しながら運ばれてきたんですよ、で見たらもう目ってこんな白くなるのっていう、ぐるっとぐるっと巡って真っ白でっけなんですよ、うわーっつって、でもう痙攣して全然もうカッチカチで動かないんですよ、でとにかくっつってバスの後ろが広いんでバスの後ろ運んじゃおうっつって運んで連れてって、うーってやってるんですよ、うーっつって、でなんかやってるんですよ、で何言ってんだと思ったら、うーあいつと目が合ったあいつと目が合ったって言うんですよ、うわーと思って、要は写真撮るとき覗くじゃないですか、はい、でその時にあいつと目が合ったってこと言ってんじゃないのっつって、うわ怖い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 、どうすりゃいいのっつって、そしたらそのうち
ギャーって言うんですよ、その子がもう一回、うん、ギャーっつったと、あいつが来るよって言うんですよ。あいつが来るよって叫んで霊媒師の人呼んだんですよ、うん、ちょっと来てくださいっつったら、うん、私にはどうすることもできないっつって帰っちゃったんですよ。っつって霊媒師いなかったら僕らどうすることもできないですよ。痙攣してる、白目も見てる、あいつが来るよって叫んでるんですよ、うん、どうすりゃいいんだっつったら、プロデューサーがちょっと待ってくださいっつってバッグ持ってきて、バッグベロッて開けたら、なんか木彫りの仏さんみたいなの出してきたんですよ。何かあった時のために持ってきたんです、うん、でそのプロデューサーがその痙攣してる女の子のところに行って、つかめつかめって言うんですよ。で女の子はもうこうやって固まって痙攣してるから、つかめつかめって、もう全然つかまないんですよ、うん、ですごい近く行って、つかめつかめって言ったら、そのプロデューサーの頭ガッてつかんだんですよ、その子が。でそのプロデューサーっていうのは、うん、ものすごく毛が薄いんですよ、うん、けどものすごく丁寧にいつもセットしてくるんですよ、うん、ものすごく髪の毛を大切にしてる人なんですよ、うん、それまでつかめつかめって言ってた人が、つかめるとつたん離せ離せ離せつかめけど、その子はもうそんなにちゃんとね、掴んで今度は引っ張ろうとしてるんですよ。で離せ離せっつって、ものすごく引っ張られて、最後に離せっつってんだろっつって仏さんで殴ったんです。よっぽど、いや、よっぽどやね、よっぽどですよ、仏さんで殴ったらあかんやろ。すごいね、すごいね、怖かったですよ。でもそのほんまにでも霊は降りたってことですよ、ね、そうっすよ、やっちゃいけないんですよ、そんなこと。そう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 、さあ、うん、あ、これ僕の、はい、あの妹の旦那さんの話なんですけど、うん、妹の旦那さんっていうのはすごいええとこの子なんです、はい、あの名古屋の松川屋老舗という、うん、まああのすごい老舗おまんじゅう屋さんに妹が嫁ぐことになりまして、僕が今まで、大きな結婚式、行かしてもらったベスト2、1位は陣内のりか、うん、2位はうちの妹なんですよ。それぐらい大きなところで、で、あの、お金持ちと結婚するってなって、うちもわーってもう全然会えへんな、悪いな、貧乏やな、というふうな感じになってたんですけど、あちらは本当にあの妹が名古屋行って、帰ってきた時に、もう人間の数よりパソコン多かったわ、言うて、すごいもう、ええー、言うて驚くぐらい。すごい、僕ら言うたらね、一家に一台ぐらいしかない時に、ええー、言うて、誰使ってんのみたいな話で。で、まあ言ったら男前の、割とシュッとした感じで、ね、すごいまあ昔からええとこの子。しかも大学では、うん、そのなんか、伝統芸能のサークルに入ってるな、ショーで披露宴でファーンみたいなのをこう披露されるような方で、はすごいなと思って。で僕結構あの写真が趣味なんで、今あのおかんに、あんた普段から写真みたいなの撮ってんやったら妹の撮ったりやれて言われて、あ、わかったっつってまあ撮ってたんですけど、ケーキ入刀ですってなったんです。まあ、その時にあのカメラをお持ちの前方は前の方にってなって、みんながわーって行きはるから、僕もその同じ方向を撮ってもしゃあないから、もうケーキやって二人おって、こっちが撮ってる横から僕はまあ撮ろうかなと思ってこっちおったんですね。でまあパチ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 、ほんなみんなわーってやってたら、こう妹と旦那さんがこっち見て、こっち見てみたいな言われるが、こうしてたんです。でもたくさん来てはるからもう結構長かったんです。まあこう僕をパチパチ横から撮ってたら、旦那さんがほんまもう君らパパラッチかって言ったんですよ。はぁ、思ってる。思わんけええやんけ。めでたいぞ。その時点でもちょうど古かったです。めちゃめちゃタイムにやったらまだあれですけど。こっち向いてください、こっち向いてください。結構考える、まああったと思うんですよ。その、言うたら、バーって取って言うてすぐ言うたんやったら僕まだいいんですけど、こう。結構長くあって、僕横パチパチ。君らも、パパラッチか。あ何それ全然思んない。全然思んない。いや、もちろん、プロじゃないです。皆さんが言うたら、それは滞在感わかります。一般の方ですし、ええとこの子。そうや、そうやで、お前。はい、もうその、すごい立派な人だから、っていうのさっぴいても、全然思んない。あんないやろ、お前。ほんで、はぁと思って。ほんで次、君らもパパラッチかって言ったら、こっちに集まってる人らも、ああ、
は思って、なんで笑ってんねん。ええやん、思うたらいい。愛想笑いにも程あるやろ、みたいな。ほんで、横でパッて妹見たら、妹は全然このままやったんですよ。ほんで、妹も思んないと思ってんのかなと思って、その、まあ、披露宴の、ちょっとなんか休憩ですかね、終わった時とかに妹でパッておった時に、お前の旦那、あれやな、男前やな、って。うん、そう、みたいな。でも、あの、君らもパパラチカって言ったら、お前聞いてたか、みたいな。うん。全然思んないな、みたいな。言うとったら、ええねん、お兄ちゃんみたいなボケとかツッコミとか別に意識してへんから、あの人は、みたいな。うん、そうやな。まあ、すごい、だから僕とは全然生き方ちゃうなという、まあ、その、ええ人なんですけど、うちの母親死にまして、あの、それから何年か経ってですけど、大阪の病院で、今晩が山やいう時に僕の嫁はん、そしてまあ、2歳ぐらいの娘でしたかね。それと、名古屋からわざわざその旦那さん、そうです、忙しいのに今来てくれはって。ほんで、ばーってこう、亡くなる前ぐらいにはもう僕と、おとんと、そして妹、で、おかん、で、いう状態になってたんですよ。で、まあ、亡くなって、わー、みたいな、泣いてる二人、みたいな。僕もちょっと椅子横座って、ぼーっとおったんですけど。ほんだら、まあ、示し合わせたんでしょうか、先に、まあ、僕の方が長男やからかわかんないですけど、嫁はんと娘が来て、でも娘、あの、嫁はんちょっとこう、泣きながら、あの、ばあば、死んじゃったで、みたいな。まあ、娘に言うわけですよ。娘はもうわからんから、うん、みたいな。でも、バイバイと言う、みたいな。で、バイバイ、みたいな。で、ちょっと触りとか言って、うん、いやいやとか、なんかそんな絡みあって、うん。まあ僕は別に喋らず、うん。まあもうええもうええ、みたいな。で、まあ二人出て行ったの。ほんで、一泊ぐらい置いて、その旦那さんが、こう入ってきたんです。で、僕の中ではもうあんまりお会いしてないです。何やったら結婚式以来ぐらいやったんで、ああ、みたいな。で、どんな感じでこう、その前に会った時に、もう向こうも、って感じだったんですけど、僕こうやって待ってたら、ギーって会えたら、もう、顔が、っていう顔なんですよ。嫁はんは割と普通っていうか、ちょっと泣きながらですけど、もう、バッて入ってきて、僕こうやってパッて見た時には、僕もう、パパラッチのこともあるから、ちょっと、ええやん、それは。ほや、死にたてほやほやではありますが、もう悲しいです。でも、パッて見た時に、だから僕もちょっと、えと思って。で、まあそんなん、来てもめてるし、そんなん言ったらあかん。だからバーって妹はもう、しくしくこう泣いてるわけです。そこにこうやって。はぁ、あ、思ってる。なんでやねん。お前おかしいぞ。ドラマやん。はぁ、あ、何なんでそれはなんか言うんかなと思って、僕もパパラッチカとかもあるから。なんか言うんかなと思って、僕、こうやりながらこうずっと見てたんですよ。入ってくるときに、あれ顔ちょっとあれとか思って。わーってカツカツが来たみたいな。うん、何やそれ、何やドラマか、ドラマそれやったで、お前一回何回自分でこすんだそれでその旦那さんがこう来てやったら妹も何やそれ、何やそれ、妹もここに手動いて何やそれ、だから僕とはやっぱり全然生き方の違うええ人なんやなという、だからやっぱ死にたてほやほやでもやっぱりこうツッコミの気持ちみたいなのが出てまうんやなという、喋れば必ず誰かを傷つけるねえ、厳しいな、お母さん亡くなってかわいそうやなと思うけど、こっちどんな感情で聞いてたんや、これちょっと芸人の差がやなという、ありの番組の AD さんの話なんですけど、初めてあのカメラの横につくっていうフロアディレクターに昇格っていうんですか、チーフ AD なんですかね、になるって言って、その後今日やりますんでよろしくお願いしますねっていう、あの上のディレクターとかに言われて、あお願いしますっていう話をしてたら、やっぱ前日とかその VTR 見てやる番組やったんで編集が長かったらしくて寝ずにそこに来てたらしくて、あの本番始まったらうとうとしてるんですね。それがあの何回か続いてて、でもまあしゃあないか、別に普通にカンペも出るからいいかと思ってて、で何ブロックか済んだところぐらいでその AD さんがあのフラフラになりながら、うん、こっちの声で本番行くよみたいなのが入ったんですよね、じゃあ本番行きます、7秒前って言って9、8、7、7
で横に打ったらディレクターにボコーンってガーッ連れてかれてそれからその AD さん見てないこれお前何やろねえうんなんて2回言ってるってなったよ言ったし1回あれって思うよねいきます、うん、何これこれ下手したら今日出ない人いるから、ね、出ない人出ない人複雑な気持ちすごいまあねこれねちょっとね僕どうかなとも思うんですけども、はい、昔大阪時代に、はいまあ僕らちょっと大阪でこう売れ出した頃に、はい、まあじゃあダウンタウン番組やらしたるよ言って、はい、で正月番組をね、はいなんかこうなんでしょうコメディでなんかこうてなもんやみたいな やつかな、はい、そのこう江戸時代劇もののなんかこうちょっとこう寸劇みたいなあって、はい、で僕の役が二役やったんですよ、はい、でそのなんか殿様の役と、はい、なんか町人の松五郎みたいな、はい、でこの二役で早着替えみたいなもある言って、はい、でまあいろいろ吉本の芸人さんもいっぱい出てて先輩もいっぱい出てたんですけどその中でまあそのゲストでですねもうすごい大先輩ですよまあ方ある方がねおられたんですよでリハーサルやって僕らももう緊張しながらその大御所のそのねゲストの師匠がいらっしゃいって来て大御所ですねあよろしくお願いしますでもう前日リハーサル室でリハーサルですよでそんだけの人ってなかなか集まれないですから結構12時ぐらいから夜のでもみんな眠たいな言いながらまあ明日本番やし頑張らなあかんなってやったんですよほんで、じゃあリハーサルしますって代表片手にこうリハーサルやるんですけどそのまあ師匠がね、はい、よっしゃ松五郎出てこいみたいな、はい、僕バーッ出てきて、はい、殿様殿様でまた僕こう早着替えでまたで最後に二人とも出てきてくれってやるんですよできるかー言ってーでちゃんちゃん、はい、でリハーサルはいオッケーってなって、はい、でまあまあそうかこんな感じかと思ってたら、ちょっと休憩入りますあはい1時間ぐらい全然始まらない。再開。どうなってもう1時とか、もうすぐ2時とかなるで、これ。どうすんの。ほな、当時、その師匠の、マネージャーの、女マネージャーが来て、ちょっと松本くん、師匠に謝ってくれるかな。ありました、そんなの。ごめん、ちょっと分からへん。何ごめんちょっと分かれへんねんけどいや私が思うに私はもう長いから分かるんよ師匠は何も言うてはれへんけど私が思うに松本君のできるかっていうのがちょっと失礼なんじゃないかちょっと待ってごめんちょっと待って台本持ってきて台本もう思いっきり書いてるできるかできるかね、俺このままやっただけやから、うん、別に分かれへん絶対そんなんでしょ怒ってはれへんから、うん、いや私は多分そうやと思う、うん、いやじゃあ100歩譲って謝ってもいいけど俺多分何のことやと、うん、すいませんなんか言うと、うん、お前何を言うてんねん、うん、アホかって言われて、うん、逆に俺かっこ悪いから嫌やって言うてたんですけど、うん、いつまでたっても始まれへんから、うんじゃあ試しに行くわ、うん、もう他の人もみんな渡してるし、はい、分かったって言うてポンコンって、はい、なんかすいませんでした、はい、って言ったら、はい、もうええねん怒ってたくれまさにできるかまさにまさにできるかそれはね、成尾さんが失礼ですよ。おい先輩にタメ口でって。だってその後のリハーサルも俺ずっとできますかいな。あんまり怒ってない。あんまり怒ってない。行きます。兵道行きましょう。うん、はい。初めて飛行機のビジネスクラスに乗らせてもらった時の話なんですけど、はい、大阪の番組でベトナムに行く、で初めてビジネスクラスに乗せてくれる、
で緊張して座って、で僕英語全然ダメなんですよ、うん、でもう読むのもできへんし喋るのもよう喋らん、でその飛行機がベトナムの飛行機 で、うん、でビジネスクラスの前の方を座らせてもらったんで、前は席じゃなくてちょっと空間とか、うん、あの壁のとこやったんですけど、うん、これほんまに思いながらパッて見たら、うん、CA さんもベトナムの人で、うん、なんかあの綺麗な顔をした女の人がずっとこうやって笑顔でこうやって僕の方ずっと見てるんですよ、何やろ思いながら、でちょっとちょっと笑った方がええのかな思いながらってやったら、そのままうなずきもせんと、あ、わかんねえねやみたいな、なんかどうしていいかわからん状態なんです。それで、飛行機がバーンってなって、プーンって言って、まあ、座席倒していいよってなった時に、パッて見たら、ボタンが4つあるんですよ。座席的なボタンが。でこれ何や思って、普通2つぐらいですよ。で、1個バーン押したら、ウィーンって氷ぐらいにもしていくんですよ。これはまあわかるわ。ほんで、すぐ左から2番目。それは左、一番左で。左から2番目をポンと押したら、ウィーンって足上がってくるんですよ。おぉ、なるほど、なるほど。で、3番目ポンと押したら、言うけど、何にも変化しない。これ何やねん、お前。パッて見たら、横のベトナムのおっさんがちょっと興奮ってなってるんですよ。嘘やんって一瞬なったんですけど、たまたま僕話してもおっさん倒れていくんで、倒す時期やったから、おっさんたまたま倒れてるだけで、俺一瞬何やねん、これってなって。これ3番目おっさんやったら4番目どこ倒れんねんみたいな空気になったんですよ。でこれはもうちょっとおとなししとこう思って、うん、でバーって見てて、また横になんかごっついなんか肘置くとかあって、うん、ガパッて開けて中見たらなんか入ってるからガバッて出した、これモニターがあったんですよ。で何やこれ説明書見たんですけど全部英語なんです。ただゲームができるっていうのはうっすらわかるんですよ、うん、でゲームも日本やったら絶対せえへん雑誌ゲームなんですよ、うん、なんか猫の保安官がなんか来ないなって何これみたいな、まあまあとりあえず飛行機やからやってみようかないうテンションので、まあまあこれでやろうかな思ったけど、もう電源の付け方さえもわからないです英語やから、おかしいな思って、いっぱいボタンあるからどん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 押しとったら、その中に1個あの上半身から上のこういうポーズのボタンがあったんですね。で何のボタンかよくわからんから、とりあえず押してまいってビャーッと押しとったら、それあの CA さんを呼ぶボタンやったらしく、で全くわからないんでバー押しとってふわって見たらなんかあの足見えるんです。でふわって見たらさっきの子めっちゃ笑ってた CA さん立ってはるから、え何やって、何やねん何やねんってなって、まあ、とりあえず何か言わなあかんのかな思って、あ喉も渇いてたからコーラプリーズって言うたんです、うんうん、でうなずいてピャーって行きはって、うんうん、ほんでまたもう電源つけへんやん思ってたらスッと戻ってきてコーラくれて、うん、あ言うて、ほんでまた帰りはって飲みながらバー押しとったら、またそこ押したんでしょうね、うんうん、またファッと足見えるんですよ、うん、何やねんな思って掘ってみたらまだこうやって立ってはるんですよ、何か言わなあかん思って何やろな思ってコーラ指さしてデリシャスって言うたんですよ。向こうがうんみたいな感じで、これ何なのな思いながらまたガーやっ てまた押したんでしょ、うん、また足見えて、うん、こいつ何遍くんねん思って、うん、でちょっと鬱陶しい顔しとこう思って、うん、ちょっと鬱陶しい顔で これぐらいの顔でこう上見たんですよ、うん、これの3倍ぐらい鬱陶しい顔でこうやって見てるから、ね、なんで怒ってんのってなったけど、なんかよなんか思ってもう外雲ばっかりやったけど、うん、指さしてあービューティフルって言うたら、ぐわーって俺の顔までこれぐらいまで寄ってきて、ボタン指さして、NO! って言うたら。そこから何も触らずに、ベトナムから。うわー、面白いっす。どうしますか、今日、どうしますか、どうしましょうか。それはやっぱまだね。まあ、3人しか行ってないですから。僕も行ってないですから。はい、含めて4人ですけども。うん、やっぱこういうのはね、はい、主催者が受けて立たないんですよ。おお、じゃあ陣内くん。なんで？どんな席決めるか、おかしいよ。俺主催者おかしいよ。あなたかい、あなた行きなさいよ。僕行きますか。そりゃそうでしょ。わかりました。じゃあ僕行かせてもらいます。はい。じゃあせっかくなんで、はい、陣内くんもいてますし、はいはい、陣内くんの結婚式の時ね、はい、それ披露宴とかじゃなくて、あの結構神社で。あ。神社は本当にもう身内神聖なすごい感じのやつに呼んでいただいたんですよ。本当にもう両家だけでやるようなやつに呼んでいただいた、嬉しいことに呼んでもらったら、やっぱ陣内くんの親戚がね結構おるんですよ。こう藤原家陣内家があるんですけど、このなんていうんですかね、このノリの違いが結構あったんですよね。こう藤原家はね、なんかねもう普通にかっこいいですよみんな、うん、みたいな。であんまりそう結構なんかね神々しい、そうしもう生田神社の中でもその死後は光に乗っ取ったとこですんで、まああんまり写真とかも良くない空気なんですけども、もうほんまにもうこんな神社の親戚の事件記者みたいなこうもうあちこち撮ってるんですよ。カンガス来た
デジカメで確認して OK なんやでこいつ思ってたんですよね正直僕は、はい、陣内君の審査機の方ってほんで今から、ご両人が入場されますみたいなんでもうなんかすごい十二人みたいな、ね、ですね、で陣内もなんかこう審議に乗ってたこういう、はいはい、なんていうんですかねこうエボシみたいなエボシみたいな百人種でしか見たことないような帽子かぶってこう出てきたのを見て、うん、そのぶっちゃ写真って言った陣内の親戚が藤原紀香さん見てめっちゃ可愛い何やねん呼ぶな呼ぶめっちゃ可愛いそりゃそうやろと女優やねめっちゃ一通りバシバシとただと、うん、めっちゃ可愛いめっちゃ可愛いってデジカメ遡ってずっとね藤原紀香さんの横顔とか見てめっちゃ可愛いめっちゃ可愛いってこうもがとして見てなんやねんこの人思ってたら最後バーって巻き戻りすぎてプライベートで撮った自分の犬の写真がパッて出たんですね、うん、それ2分ぐらい見てやがんねんこれかぶちゃこいつ思ってでもなんやねん陣内家と思ってたら最後にそのもう本当の最後ちょっと軽い食事会みたいなね催して陣内のお父さんがやっぱ挨拶ね新郎のお父さんの挨拶です締めるとこですよねちょっと雨もしとしと本日は若い二人のために皆さん足元の悪い中何を言うやったかありがとうございましたなんじゃこの回なんじゃこの回っていうグラグラで終わったっていうあーこっちテレビで中継してんでよかった何を言うんやったか何を言うんやったかありがとうございましたせめてそれだけ口に出さへんかったらバレへんかったおごそかなありましたな そこは本当にオンエアしてなくてよかった、うん、テレビあっち行かんでよかったねあそこはすごかったねですね、そこ の, あの一番、ビーチの真ん中ぐらいのところにあるいいホテルで、まあ、そこへ泊まって私たちもそこの階にね、はい、こうみんな泊まるわけですけど、まあ、付き人がなんか入ったばっかり で,、うん、であるその、これから仕事の打ち合わせをしようとしたらその付き人がいないわけですよ、はい、そこに、はい、どうしたんだって、うん、もうみんな探せって、うん、でも探すって言ったって階は違うし、どこ行っていいか分かんない私なんかもハワイ初めてなので、ずっとまあ心配して待ってたらですね、なんか音がするんですよ下から、その例えば森さんが泊まってるちょうど下が付き人の部屋だったみたいです、はい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 、そしたらそのベランダのですね、はい、下のベランダからですね、はい、26階ぐらいですよね、はい、あのベランダに乗ってこうやってせーのバンって掴んで、はい、そのベランダのあのこの杭ありますよね、はい、あれを手すりを持ちながら上がってくんですよこうやって足え7階に7階に、はい、こうやって、うん、スパイダーマンみたいなもんですよ、はいはいはい、これでみんなお何やってんだおえってもうみんな こんなになっちゃったわけですよ、うん、何やってんだってそしてそこからポンとここのそベランダに降りてきてイエーイイエーイイエーイ怖い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 それをみんな身震いがしてもうみんな黙ってるわけですよで森さんが何やってんだ何やってんだそれなんか言わないでしょそういう感じですよえそういう感じほんまですかそんな感じなんですかそういうなんかこう、身体能力がすごい長けただからすごい痩せてて筋肉質で筋肉質で背がまあそんなさ、まあ、中背ですよねいやで森さんなんて言ったんですかでもどうなん何やってんだこれはね実はね、はい、森さんに電話して、はい、これ言っていいですかって話、はいはいはい、そしたら森さんが、もう35年前の話だからもう言っていいよって、もういいよって許可をもらって、はい、今日はこれをね話することにしたんです森さんに怒られたこととかないんですかあんまりあ森さんにはやっぱりあの司会やっててこうタイミングが悪いとか、はい、いろいろご指導は受けました、ねまあ、もちろんそれはそう、はい、どういうふうに言われるんですかいやそれは森さんのあの、あの感じで、はい、まだ違うよ。いやいやいや。いや、やっぱりモニちゃんに世話になりましたからね。やっぱりモノマネするっていうのは失礼じゃないかと思って。本当はもっとできるんですよ、ね。もっときちんとできるんですけど。あえて下手にしてる。ああ、なるほど。失礼じゃない。許可いただいたから大丈夫じゃないですか。こんばんは。全然ダメじゃない。全然笑って。全然ダメじゃないですか。
じゃあ、行きますよ。はい。はい、うわぁ、青ですね。はい、僕はこれ小学2年生の時ですけれども。うん、できるか、またですか。まさにできるか。イエーイ。なんで、なんで言うの。なんでないですか。それはね、成尾さんが失礼ですよ。はい。先輩にタメ口でって。だってその後のリハーサルも俺ずっとできますかいな。あんまり怒ってない。あんまり怒ってない。いきます。兵頭いきましょう、うん、はい、初めて飛行機のビジネスクラスに乗らせてもらった時の話なんですけど、はい、大阪の番組でベトナムに行く、で初めてビジネスクラスに乗せてくれる、で緊張して座って、で僕英語全然ダメなんですよ、でもう読むのもできへんし喋んのもよう喋らん、でその飛行機がベトナムの飛行機 でビジネスクラスに前の方座らせてもらったんで、前は席じゃなくてちょっと空間とか、あの壁のとこやったんですけど、これほんまに思いながらパッて見たら CA さんもベトナムの人で、なんかあの綺麗な顔をした女の人がずっとこうやって笑顔でこうやって僕の方ずっと見てるんですよ。何やろ思いながら、でちょっとちょっと笑った方がええのかな思いながらってやったら、そのままうなずきもせんと、あ、わかんねえやみたいな、なんかどうしていいかわからん状態なんですよ。それで、飛行機バーンってなってプーンって言って、まあ座席倒していいよってなった時にパッて見たらボタンが4つあるんですよ、座席的なボタンが。でこれ何や思って、普通2つぐらいですよ、はい、で1個バーン押したらウィーンって氷ぐらいにもしていくんですよ、うん、これはまあ分かるわ、うん、ほんですぐ左から2番目、それは左1番左で、左から2番目をポンと押したらウィーンって足上がってくるんですよ、うん、おお、なるほどなるほど、うん、で3番目ポンと押したらうーん言うけど何にも変化しない。これなんやねんお前。パッて見たら横のベトナムのおっさんがちょっとこうふーんってなってるんですよ。そうやんって一瞬なったんですけど、たまたま僕話してモンスター倒れていくんで、倒す時期やったからモンスターたまたま倒れてるだけで、俺一瞬何やねんこれってなって、これ3番目おっさんやったら4番目どこ倒れんねんみたいな空気になったんですよ。でこれはもうちょっとおとなししとこう思って、でバーって見てて、また横になんかごっついなんか肘置くとかあって、ガパッて開けて中見たらなんか入ってるからガバッて出した、これモニターがあったんです。で何やこれ、説明書見たんですけど全部英語なんです。ただゲームができるっていうのはうっすら分かるんですよ。でゲームも日本やったら絶対せえへん雑誌ゲームなんですよ、はいはい、なんか猫の保安官がなんか来ないなって何これみたいな、まあまあとりあえず飛行機やからやってみようかないうテンションので、まあまあこれでやろうかな思ったけど、もう電源の付け方さえも分からないです英語やから、おかしいな思って、いっぱいボタンあるからどん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 押しとったら、その中に1個あの上半身から上のこういうポーズのボタンがあって、あ、きつかったなあれな、きつい動きだったんで、ちょっとまあいい酒飲みすぎた、いい、そうやな、それあそこから始まってたの、始まったんです、はい、そうさ あ, あこうなってきたらもう吉井ですよね、はい、はい、お願いします、吉井をね、出して、あ、どうした、いやー、とうとう昭和の話ですね、はい、昭和の話聞きたいですよね、ですね、はい、実は私はですね、はい、30歳から40歳まで、はい、森進一さんの専属の司会を10年間務めました、ね、はい、まあ、森さんがもちろん すごくいい、北の蛍とか、はい、冬のリビエラとか、うん、ヒット曲が ものすごいヒット曲を持っている時代に全国を回り、はい、それで、まあ、海外からも来てくれないかという、はい、まあ、ブラジルは、まあ、私は行きませんでしたけど、ハワイ公演、ロサンゼルス、サンフランシスコで、まあ、ハワイ公演の私、まあ、一緒に行きまして、まあ、ハワイに泊まりますよね、で森さんはだいたいスイートルームの、まあ、一番上の27階か8階ぐらいのところの一番、はい、もうペントハウスみたいな、そうですね、そこ の一番、ビーチの真ん中ぐらいのところにあるいいホテル、はいはいはい、で、まあ、そこへ泊まって、私たちもそこの階にね、はい、こうみんな泊まるわけですけど、まあ、付き人がなんか入ったばっかり で,、はい、であるその、これから仕事の打ち合わせをしようとしたら、その付き人がいないわけですよ、はい、そこに、はい、どうしたんだって、うん、もうみんな探せって、でも探しってたって会は違うし、どこ行っていいか分かんない、私なんかもハワイ初めてなので、ずっとまあ心配して待ってたらですね、なんか音がするんですよ下から、その例えば森さんが泊まってるちょうど下が付き人の部屋だったみたいです、はい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 、そしたらそのベランダのですね、下のベランダからですね、26階ぐらいですよね、あのベランダに乗ってこうやってせーの
パンって掴んで、そのベランダのあのこの杭ありますよ、あれを手すりを持ちながら上がってくんですよ、こうやって足え7階に7階に、ね、こうやって、うん、スパイダーマンみたいなもんですよ、これでみんな、お何やってんだおえってもうみんな こんなになっちゃったわけですよ、何やってんだって、こいつそこからポンとここのベランダに降りてきて、イエーイイエーイイエーイ怖い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 、それをみんな身震いがして、はい、もうみんな黙ってるわけですよ、はい、で森さんが何やってんだ何やってんだそれなんか言わないでしょそういう感じですよ、そういう感じ、ほんまですか、そんな感じなんですか、そういうなんかもう、身体能力がすごい長けただからすごい痩せてて筋肉質で筋肉質で背がそんなさ、まあ中勢ですよね、いや、で森さんなんて言ったんですか、でも何やってんだよこれはね、はい、実はね、はい、森さんに電話して、はい、これ言っていいですか、はい、この話、はいはい、そしたら森さんが、見てこっち見てみたいな言われるからこうしてたんですよ、でもたくさん来てはるからもう結構長かったんですよ、まあこう僕をパチパチ横から撮ってたら旦那さんがほんまもう君らパパラッチかって言ったんですよはぁ、あ、思ってる思わんけええやんけめでたいぞその時点でもちょうど古かったですめちゃめちゃタイムにやったらまだあれですけど、こっち向いてくださいこっち向いてください、結構考えるまああったと思うんですよその言うたらバーって取って言うてすぐ言うたんやったら僕まだいいんですけど、こう結構長くあって僕横パチパチ君らもパパラッチかあ何それ全然思んない全然思んないいやもちろんプロじゃないですよ、皆さんが言うたらそれは滞在感分かります一般の方ですし、ええとこの子そうやそうやで、ね、お前はい、もうそのすごい立派な人だからっていうのさっぴいてもう全然思んないあんないやろほんではぁと思ってほんで次君らもパパラッチかって言ったらこっちに集まってる人らもうあはあ思ってなんで笑ってんのええや思うたら愛想笑いにも程あるやろほんで横でパッて妹見たら妹は全然このままやったんですよ、あほんで妹も思わないと思ってんのかなと思ってそのまあ披露宴のちょっとなんか休憩ですかね終わった時とかに妹とパッておった時にお前の旦那あれやな男前やなってうんそうみたいなでもあの君らもパパラッチかって言ったらお前聞いてたかみたいなうん全然思んないなみたいな言うたらええねんお兄ちゃんみたいなボケとかツッコミとか別に意識してへんからあの人はみたいな思ってたやなってまあすごいだ僕とは全然生き方ちゃうなというまあそのええ人なんですけどうちの母親死にましてあのそれから何年か経ってですけど大阪の病院で今晩が山やいう時に僕の嫁はんそしてまあ2歳ぐらいの娘でしたかねそれと、名古屋からわざわざその旦那さん、そうです、忙しいのに今来てくれはって。ほんで、ばーってこう、亡くなる前ぐらいにはもう僕と、おとんと、そして妹、ほんで、おかん。で、いう状態になってたんですよ。で、まあ、亡くなって、わー、みたいな、泣いてる二人、みたいな。で、僕もちょっと椅子横座って、ぼーっとおったんですけど。ほんだら、まあ、示し合わせたんでしょうか、先に、まあ、僕の方が長男やからかわかんないですけど、嫁はんと娘が来て、でも娘、あの、嫁はんちょっとこう、泣きながら、あの、ばーばー、死んじゃったで、みたいな。まあ、娘に言うわけですよ。娘はもうわからんから、うん、みたいな。でもバイバイと言う、みたいな。で、バイバイ、みたいな。で、ちょっと触りとかって、うん、嫌や、とか。でもそんな絡みあって、うん。まあ僕は別に喋らず、うん。あ、もうええ、もうええ、みたいな。で、まあ二人出て行った。ほんで、一泊ぐらい置いて、その旦那さんが、こう入ってきたんです。で、僕の中ではもうあんまりお会いしてないです。何やったら結婚式以来ぐらいやったんで、ああ、みたいな。で、どんな感じでこう、その前に会った時に、だもう向こうないです。何やったら結婚式以来ぐらいやったんで、ああ、みたいな。で、どんな感じでこう、その前に会った時に、だもう向こうも、って感じだったんですけど、僕こうやって待ってたら、ギーって会えたら、もう、顔が、っていう顔なんですよ。嫁はんは割と普通っていうか、ちょっと泣きながらですけど、もう、バッて入ってきて、僕こうやってパッて見た時に、まあ、僕もパパラッチのこともあるからちょっとほやほや死にたてほやほやではありますがもう悲しいですでもパッて見た時にだから僕もちょっとえっと思ってでもまあそんなん来てもうてるしそんなん言うたらあかんだからバーって妹はもうしくしくこう泣いてるわけですそこにバーって
はぁ、思ってる。おかしい、お前おかしいぞ。ドラマや。はぁ、なんでそれはなんか言うんかなと思って、僕もパパラッチカとかもあるから。なんか言うんかなと思って、僕、こうやりながらこうずっと見てたんですよ。入ってくるときに、あれ、顔ちょっとあれと思って。うわーってカツカツが来たみたいな。うん、何やそれ、何やドラマかもしれない、ドラマそれやったでよ、一回何回自分でこすんだよ。それでその旦那さんがこう来てやったら妹も何やそれ、何やそれ、妹もここに手にこうやって何やそれ。だから僕とはやっぱり全然生き方の違うええ人なんやなという。だからやっぱ死にたてほやほやでもやっぱりこうツッコミの気持ちみたいなのが出てまうんやなという。喋れば必ず誰かを傷つけるねえ、厳しいな、厳しいな、厳しい。お母さん亡くなってかわいそうやなと思うのをこっちどんな感情で聞いてたんや。ちょっと芸人の差がやなと。あ、ありの、番組の AD さんの話なんですけど、初めてあのカメラの横につくっていうフロアディレクターに昇格っていうんですか、チーフ AD なんですかね、になるって言って、その後今日やりますんでよろしくお願いしますねっていう、あの上のディレクターとかに言われて、あ、お願いしますっていう話をしてたら、やっぱ前日とかその VTR 見てやる番組やったんで編集が長かったらしくて寝ずにそこに来てたらしくて、あの本番始まったらうとうとしてるんですね。それがあの何回か続いてて、でもまあしゃあないか、別に普通にカンペも出るからいいかと思ってて、で何ブロックか進んだところぐらいでその AD さんがあのフラフラになりながら、うん、こっちの声で本番行くよみたいなのが入ったんですよね、うん、じゃあ、本番行きます、7秒前って言って9、8、丁寧にいつもセットしてくるんです。ものすごく髪の毛を大切にしてる人なんです、うん、それまでつかめつかめって言ってた人がつかめるとつたん離せ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 、つかめけど、その子はもうそんなにちゃんとね、つかんで今度は引っ張ろうとしてるんです、離せ離せっつってものすごく引っ張られて、最後に離せっつってんだろっつって仏さんで殴ったんです。よっぽど、いや、よっぽどやね、よっぽどですよ、仏さんで殴ったらあかんやろ。すごいですね、すごいね、怖かったですよ。でもそのほんまにでも霊は降りたってことですよね。そうっすよ、やっちゃいけないんですよ、そんなこと。そう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 、さあ、これ僕の、はい、あの妹の旦那さんの話なんですけど、妹の、旦那さんっていうのはすごいええとこの子なんです、はい、あの名古屋の松川屋老舗という、はい、まあ、あのすごい老舗おまんじゅう屋さんに妹が嫁ぐことになりまして、僕が今まで、大きな結婚式、行かしてもらったベスト2、1位は陣内のりか、2位はうちの妹なんですよ。それぐらい大きなところで、で、あの、お金持ちと結婚するってなって、うちもわーってもう全然会えへんな、悪いな、貧乏やな、というふうな感じになってたんですけど、あちらは本当にあの妹が名古屋行って、帰ってきた時に、もう人間の数よりパソコン多かったわ、言うて。すごいもう、ええー、言うて驚くぐらい。すごい、僕ら言うたらね、一家に一台ぐらいしかない時に、ええー、言うて、誰使ってんのみたいな話で。で、まあ言ったら男前の、割とシュッとした感じで、ね、すごいまあ昔からええとこの子。しかも大学では、うん、そのなんか、伝統芸能のサークルに入ってるな、ショーで披露宴でファーンみたいなのをこう披露されるような方で、はすごいなと思って、で僕結構あの写真が趣味なんで、今あのおかんに、あんた普段から写真みたいなの撮ってんやったら妹の撮ったりやれて言われて、あ、わかったっつって、まあ撮ってたんですけど、ケーキ入刀ですってなったんですよ。まあその時にあのカメラをお持ちの前方は前の方にってなって、みんながわーって行きはるから、僕もその同じ方向を撮ってもしゃあないから、もうケーキやって二人おってこっちが撮ってる横から僕はまあ撮ろうかなと思ってこっちおったんですね。でまあパチ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 、ほんなみんなバーってやってたら、こう妹と旦那さんがこっち見て、こっち見てみたいな言われるが、こうしてたんです。でもたくさん来てはるからもう結構長かったんです。まあこう僕をパチパチ横から撮ってたら、旦那さんがほんまもう君らパパラッチか
って言ったんですよ。はぁ、あ、思ってる。思わんけええやんけ。めでたいぞ。止めようと。でも今3人目の子が行っちゃってると。じゃあその子が戻ってきたらやめましょうと。これはやばい。そしたら、3人目の子行ってるから待ってたんですよ。そしたら青木ヶ原の真っ暗な青木ヶ原の中で、ギャーって声だけ響いたんですよ。うわーっつってスタッフが何だと思ってスタッフが何かわーって走ってったんですよ。でなんだなんだなんだと思ったらその子がもう失神ですよね。わーってもうカッチカチで痙攣しながら運ばれてきたんですよ。で見たらもう目ってこんな白くなるのっていうぐるっとぐるっと巡って真っ白でっけなんですよ。うわーっつってでもう痙攣して全然もうカッチカチで動かないんですよ。でとにかくっつってバスの後ろが広いんでバスの後ろ運んじゃおうっつって運んで連れてってうーってやってるんですよ。うーっつってでなんかやってるんですよ。で何言ってるんだと思ったらうーあいつと目が合ったあいつと目が合ったって言うんですよ。うわーと思って要は写真撮るとき覗くじゃないですか、はい、でそのときにあいつと目が合ったってこと言ってんじゃないのっつってうわ怖い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 どうすりゃいいのっつってそしたらそのうちギャーって言うんですよ。その子がもう一回、はい、ギャーっつったとあいつが来るよって言うんですよ。あいつが来るよって叫んで霊媒師の人呼んだんですよ、うん、ちょっと来てくださいっつったら、うん、私にはどうすることもできないっつって帰っちゃったんですよ。っつって霊媒師いなかったら僕らどうすることもできないですよ。痙攣してる白目も見てるあいつが来るよって叫んでるんですよ、うん、どうすりゃいいんだっつったらプロデューサーがちょっと待ってくださいっつってバッグ持ってきてバッグペロッて開けたらなんか木彫りの仏さんみたいなの出してきたんですよ。何かあった時のために持ってきたんです、うん、でそのプロデューサーがその痙攣してる女の子のところ行ってつかめつかめって言うんですよ。で女の子はもうこうやって固まって痙攣してるからつかめつかめって全然つかまないんですよ、うん、ですごい近く行ってつかめつかめって言ったらそのプロデューサーの頭ガンってつかんだんですよその子が。でそのプロデューサーっていうのは、うんものすごく毛が薄いんですよ、うん、けどものすごく丁寧にいつもセットしてくるんですよ、うん、ものすごく髪の毛を大切にしてる人なんですよ、うん、それまでつかめつかめって言ってた人がつかめるとつたん離せ離せ離せつかめけどその子はもうそんなにちゃんとね掴んで今度は引っ張ろうとしてるんですよ、うん、で離せ離せっつってものすごく引っ張られて最後に離せっつってんだろっつって仏さんで殴ったんですよ。よっぽどいやよっぽどやねよっぽどですよ仏さんで殴ったらあかんやろすごいねすごいね怖かったですよでもそのほんまにでも霊は降りたってことですよね。そうっすよやっちゃいけないんですよそんなことそう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 あこれ森さん何て言ったんですかでもどうなって何やってんだこれはね、はい、実はね、はい、森さんに電話して、はい、これ言っていいですかって話、はいはいはい、そしたら森さんが、もう35年前の話だから、もう言っていいよって、もういいよって許可をもらって、はい、今日はこれをね、話することにしたんです、はいはいはい、だから森さんに怒られたこととかはないんですか、あんまり。あ森さんにはやっぱり、司会やってて、こう、タイミングが悪いとか、はい、いろいろご指導は受けましたね。まあ、もちろんそれはそう、はい、どういうふうに言われるんですか。いや、それは森さんの、あの感じで。まだ、違うよ。いや、言わないでねいや、やっぱり、森さんに世話になりましたからね。やっぱり、モノマネするっていうのは失礼じゃないかと思って。本当はもっとできるんですよ、ね。もっときちんとできるんですけど。あえて下手にしてる。ああ、やっぱり失礼じゃない。許可いただいたから大丈夫じゃないですか、うんこんばんは。テンダウンじゃない。テンダウンじゃない。じゃあ行きますよ。はい。はい、うわあ。あのですね。はい、僕はこれ小学2年生の時ですけれども、うん、2年生と6年生が同じバスでバス遠足に行くっていうのはあったんですよ。うんうんうん、で。まあ、2年生と6年生、みんな体育館に集められて、こう、先生から注意事項を聞くんですが、僕の同じクラスに、これ、大ちゃんっていう、大輔と同じ名前なんですけど、大ちゃんっていう子が、もうすごいね、感触持ちみたいな子で、もう授業中とかも、うわー
ー言うたりする子なんですよ。ほんで、非常ベルすぐ押したりする子なんですよ。で、大ちゃんはいっつも怒られてるんですよ。ほんで、さあ、注意事項しますよ、って体育館集められて、みんなこう、パイプ椅子座って、こう聞いてたら、目的地まで、ノンストップで行きますから、トイレはね、バス乗る前に先行っとくように、はい、って言ったら、大ちゃんが、はい、おい絶対ノンストップやな信号無視すんねんなって言いよるんですよ。はい、先生が、いや、大輔ほら通過しなさいって言って、ほんで、まあ、体操服で行きますから、お尻に名前を書いてくるように、って言ったら、まだ大ちゃんが、うめ、お尻に名前書いて体操服着て見えへんわって言って、言いよるんですよ。はい、先生もさすがにキレて、大輔静かにせえ言うとんなー言って、キレられた、もう大ちゃん、うわーなって、座ってた椅子、ぐわー持ち上げて、お前、ぶっ殺したろって言ったんですよ。ほんで、うわ、怖ー思って、もう、シーンですよ。はい、もう先生が、大輔、なんで殺すんやって、理由を聞いたんですけど、大ちゃんもう、うわーなって、包丁で突き刺してやるシーンですよ。ほんなら、6年生のうちの聖児兄貴が立って、いつ以来やんけ体育館が爆笑に。の人で、なんか綺麗な顔をした女の人がずっとこうやって笑顔でこうやって僕の方ずっと見てるんですよ。何やろ思いながら。で、ちょっと、ちょっと笑った方がええのかな思いながら、ってやったら。そのままうなずきもせんとあかんねんねやみたいな。だからどうしていいか分からん状態なんですよ。それで飛行機バーンってなってプーンって言って、まあ座席倒していいよってなった時にパッて見たらボタンが4つあるんですよ。座席的なボタンが、これ何や思って、普通2つぐらいですよ。で1個バーン押したらウィーンって氷ぐらいにもしていくんですよ。これはまあ分かるわ。ほんで、すぐ左から2番目、それは左、一番左で、左から2番目をポンと押したら、ウィーンって足上がってくるんですよ。おー、なるほど、なるほど。で、3番目ポンと押したら、言うけど、何にも変化しない。これ何やねん、お前。パッて見たら、横のベトナムのおっさんがちょっとこう、ふーんってなってるんですよ。嘘やんって一瞬なったんですけど、たまたま僕話してもおっさん倒れていくんで、倒す時期やったから、おっさんたまたま倒れてるだけで、俺一瞬何やねん、これってなって、これ3番目おっさんやったら4番目どこ倒れんねんみたいな空気になったんですよ。で、これはもうちょっとおとなししとこう思って、で、バーって見てて、また横になんか、ごっついなんか肘置くとかあって、ガパッて開けて、中見たら、なんか入ってるからガバって出した。これモニターがあったんですよ。で、何やこれ説明書見たんですけど、全部英語なんですよ。ただゲームができるっていうのはうっすらわかるんですよ。で、ゲームも日本やったら絶対せえへん雑誌ゲームなんですよ。なんか猫の保安官がなんか来ないなって何これみたいな。まあまあとりあえず飛行機やからやってみようかないうテンションので、まあまあこれでやろうかな思ったけど、もう電源の付け方さえもわからないです、英語やから。おかしいな思って、いっぱいボタンあるからどん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 押しとったら、その中に1個上半身から上のこういうポーズのボタンがあったんですね。で、何のボタンかよくわからんから、とりあえず押してまいって、ビャーッと押しとったら、それ、CA さんを呼ぶボタンやったらしく、で、全くわからないんで、バー押しとって、ふわって見たら、なんか足見えるんです。で、ふわって見たら、さっきの子めっちゃ笑ってた、CA さん立ってはるから、え、何やって、何やねん、何やねんってなって、まあ、とりあえず何か言わなあかんのかな思って、あ、喉も渇いてたから、コーラプリーズって言うたんですよ。で、うなずいてピャーって行きはって、ほんでまたもう電源つけへんやん思ってたら、スッと戻ってきてコーラくれて、あっ、言うて、ほんでまた帰りはって飲みながらバー押しとったら、またそこ押したんでしょうね。またファッと足見えるんですよ。何やねんな思って掘ってみたら、まだこうやって立ってはるんですよ。なんか言わなあかん思って、何やろな思って、コーラ指さして、デリシャスって言うたんですよ。向こうが、うん、みたいな感じで、向こうが、ほんで何だろうな思いながら、またガーやって、また押したんでしょ。また足見えて、こいつ何遍来んねや思って、でちょっと鬱陶しい顔しとこう思って、ちょっと鬱陶しい顔で、これぐらいの顔でこう上見たんですよ。ほんで、これの3倍ぐらい鬱陶しい顔でこうやって見てるから。何で怒ってんのってなったけど、何か言わなんか思って、もう外を雲ばっかりやったけど、指さして、ああ、ビューティフルって言うたら、ぐわーって俺の顔までこれぐらいまで寄ってきて、ボタン言うてる動きで、ここのエレベーターのボタン、腰で1回、2回、6回押してもうて。めっちゃボタンが好きだ。1回、2回、6回、6回の時も顔真っ赤っかりだ。それで無駄にしてること多いのよね。さあ行きます。わかりました。
今から10年ぐらい前にあのライブが終わって若手の芸人でみんなで打ち上げをしようってことになったんですよ、うんうん、でその時にあのお猿さんが来て今モンキッキーさん、はいはい、モンキッキーさんが女って来たんですよ、うんうん、うわ可愛い子だなと思って、え彼女かなと思って、でちょっと顔でかいなと思っていろいろ思ってたんですよ、うん、顔でかい女だなと思って、そしたらまだテレビに出る前の春菜愛ちゃんなんですよ、あの、うん、あややのモノマネする今日もキャプテン来た、まだ芸能界に入る前の、うん、ここで大阪から東京に出てきたと、うん、でニューハーフの店で働くためにと、うんうんうん、もう女にしか見えないと、うん、でもやっぱ顔がちょっとでかいんですよ、うん、ちょっと顔でかいけどねって言ってて、そしたらこれは女にしか見えないから後輩をドッキリにかけようってことで、うん、来てないのがアップダウンだけだったんですよ、うん、アップダウンってコンビいるじゃないですか、うん、でそれのボケの竹森って子がもう北海道から出てきてまだ半年ぐらいで、もう純粋な子なんですよ、もう騙すにはもってこいだということで、もうなんとか竹森ってことをファンで言い寄って付き合うっていう方向に持っていくようにしようということで、竹森が来たら、いや実はねこの愛ちゃんっていう子がすごくファンだからちょっと一緒に飲んであげてっつって、おー全然いいですよって言ったら、うわ超かっこいい竹森くん超かっこいいとか言ったら、もう竹森もなんか鼻の下伸び出して、うまいですかみたいな、だって乾杯みたいになってもう飲んで、やし、ね、1時間ぐらい泳がしたんですよ、そ、うん、したら結構酔っ払ってきて、でも本当に付き合いたいんだけどっつったら、え彼氏とかいないですかって、うんいない付き合いたいっつって、ダメって、いや僕も彼女いないから断る理由はないですけど、これは来たと思って、おかしいと思って、じゃあ付き合うでえっつったら、いやまあはいって言った瞬間に、このままで終わるのもったいないなと思ったから、うん、すぐ愛ちゃんを呼んで、チッチッって呼んで、って打ち合わせして、でそれでまた愛ちゃんを戻した後に竹森を呼んだんですよ。竹森ちょっとっつって、で来て、どう愛さんとっつって、急にさん付けにしたんですよ僕は。いやなんか付き合う方向になっちゃいましてみたいな、もう超喜んでるんですよ顔がもう。本当あんな可愛い子いいんすかね僕とかって言ってて、それまずいなっつって。いやあの人。浜田さんのこれなんだ。で僕も全然おかしい、お前おかしいじゃん。ドラマやん。あ？何？それがなんか言うんかなと思って、僕もパパラッチカとかもあるから。なんか言うんかなと思って僕こうやりながらこうずっと見てたんですよ。入ってくる時の顔ちょっとあれと思って。うわーでカツカツが来たみたいな。何やそれ何やドラマかドラマそれやったでお前一回何回自分でこすんだそれでその旦那さんがこう来てやったら妹も何やそれ何やそれ妹もここに手こうやって何やそれだ僕とはやっぱり全然生き方の違うええ人なんやなというお前おかしいだからやっぱ死にたてほやほやでもやっぱりこうツッコミの気持ちみたいなのが出てまうんやなという喋れば必ず誰かを傷つけるねえ厳しいな厳しいお母さん亡くなってかわいそうやなと思いながらこっちどんな感情で聞いてたんやろ芸人の差がやなというありの番組の AD さんの話なんですけど、初めてあのカメラの横につくっていうフロアディレクターに昇格っていうんですか、はい、チーフ AD なんですかね、になるって言って、その後今日やりますんでよろしくお願いしますねっていうのあの上のディレクターとかに言われて、ああお願いしますっていう話をしてたら、やっぱ前日とかその VTR 見てやる番組やったんで編集がなかったらしくて寝ずにそこに来てたらしくて、あの本番始まったらうとうとしてるんですね。それがあの何回か続いてて、でもまあしゃあないか、普通にカンペも出るからいいかと思ってて、で何ブロックか済んだところぐらいでその AD さんがあのフラフラになりながら、こっちの声で本番行くよみたいなのが入ったんですよね。じゃあ、本番行きます、7秒前って言って9、8、7、7横
くなったディレクターにボコーンってやられてガーッ連れてかれてそれからその AD さん見てない。これお前何やろねえ、うん、なんなって2回言ってるってなったよ。言ったし1回あれと思ったね。いきます。何これ、これ下手したら今日出ない人いるかもしれない。出ない人だよ。複雑な気持ち、まあね、これねちょっとね僕どうかなとも思うんですけども、はい、昔あの大阪時代に、はい、まあ僕らちょっと大阪でこう売れ出した頃に、はい、まあじゃあダウンタウン番組やらしたるよ言って、はいはい、で正月番組をね、はい、なんかこうで、まあ、2人出てた。ほんなら一泊ぐらい置いてその旦那さんがこう入ってきたんです。で僕の中ではあんまりお会いしてないです。何やったら結婚式依頼ぐらいやったんで、うん、でどんな感じでこうその前に会った時にだもう向こうもって感じだったんですけど、もうこうやって待ってたらギーって会えたらもう顔がっていう顔なんですよ。嫁はんは割と普通っていうかちょっと泣きながらですけど、もうバッて入ってきて僕こうやってパッて見た時には僕もうパパラッチのこともあるからちょっとええやそれは。ほや死にたてほやほやではありますが、もう悲しいです。でもパッて見た時にだから僕もちょっとえっと思って、でまあそんなん着てもうてるしそんなん言うたらあかん。だからって妹はもうしくしくこう泣いてるわけです、うん、そこにバッてはぁ、あ、思ってお母ちゃんお前おかしいぞ。ドラマやん。何それは何か言うんかなと思って、僕もパパラッチカとかもあるから何か言うんかなと思って僕こうやりながらこうずっと見てたんですよ。入ってくる時にあれ顔ちょっとあれと思ってわーってカツカツが来たみたいな。何やそれ、何やドラマかもしれない。ドラマやったでよ。一回何回自分でこすんだよ。それでその旦那さんがこう来てやったら妹も何やそれ、何やそれ、妹もここに手動いて何やそれ。だから僕とはやっぱり全然生き方の違うええ人なんやなという。だからやっぱ死にたてほやほやでもやっぱりこうツッコミの気持ちみたいなのが出てまうんやなという。喋れば必ず誰かを傷つけるねえ。厳しいな。厳しいな。お母さん亡くなってかわいそうやなと思いながらこっちどんな感情で聞いてたんやろ。芸人の差がやなという。ありの番組の AD さんの話なんですけど、初めてあのカメラの横につくっていうフロアディレクターに昇格っていうんですか、はい、チーフ AD なんですかね、になるって言って、その後今日やりますんでよろしくお願いしますねっていうのあの上のディレクターとかに言われて、あお願いしますっていう話をしてたら、やっぱ前日とかその VTR 見てやる番組やったんで編集が長かったらしくて寝ずにそこに来てたらしくて、あの本番始まったらうとうとしてるんですね。それがあの何回か続けて、でもまあしゃあないか、別に普通にカンペも出るからいいかと思ってて、で何ブロックか済んだところぐらいでその AD さんがあのフラフラになりながら、うん、なんて2回言ってるってなったよ。言ったし1回あれと思うよね。何これ、これ下手したら今日出ない人いるかもしれない。出ない人だよ。複雑な気持ち、まあねこれねちょっとね僕どうかなとも思うんですけども、はい、昔あの大阪時代に、はい、まあ僕らちょっと大阪でこう売れ出した頃に、はい、まあじゃあダウンタウン番組やらしたるよ言って、はいはい、で正月番組をね、はい、なんかこうなんでしょうコメディで、はい、なんかこうてなもんやみたいな やつかな、はい、そのこう江戸時代劇もの、はい、なんかこうちょっとこう寸劇
みたいなのがあって、はい、で僕の役が二役やったんですよ、はい、でそのなんか殿様の役と、はい、なんか町人の松五郎みたいな、はい、でこの二役で早着替えみたいなのもある言うて、はい、でまあいろいろ吉本の芸人さんもいっぱい出てて先輩もいっぱい出てたんですけど、その中でまあそのゲストでですね、もうすごい大先輩ですよ、まあ方ある方がね おられたんですよ。でリハーサルやって僕らももう緊張しながら、その大御所のそのねゲストの師匠がいらっしゃいって来て大御所ですね、ああよろしくお願いします。でもう前日リハーサル室でリハーサルですよ、でそんだけの人ってなかなか集まれないですから、結構12時ぐらいから夜の、でもみんな眠たいな言いながら、まあ明日本番やし頑張らなあかんなってやったんですよ。ほんで、じゃあリハーサルしますって代表片手にこうリハーサルやるんですけど、そのまあ師匠がね、はい、よっしゃ松五郎出てこいみたいな、はい、まあ、僕バーッ出てきて、はい、殿様殿様でまた僕こう早着替えでまた、で最後に2人とも出てきてくれってやるんですよ。できるかー言うて、でちゃんちゃん、はい、でリハーサルはいオッケーってなって、はい、でまあまあそうかこんな感じかと思ってたら、ちょっと休憩入ります、あはい、1時間ぐらい全然始まらない。再開、どうなって、もう1時とかもうすぐ2時とかになるでこれ、どうすんのどうすんの。そら当時その師匠のマネージャーの女マネージャー、女マネージャーが来て、ちょっと松本君師匠に謝ってくれるかな。ありましたそんなとこ。ごめんちょっと分からへん。何じゃ。ごめんちょっと分かれへんねんけど、いや私が思うに、私はもう長いから分かるんよ、師匠は何も言うてはれへんけど、私が思うに松本君のできるかっていうのがちょっと失礼なんじゃないか。ちょっと待って、ごめんごめん、松本さんと3人でちょっと温泉行こうか言って、要は温泉旅館に泊まらせてもらうんですけど、今回ホテル行ってみひんか言って、ね、温泉のついたホテルに3人で行ったんですよ。で、まあまあ楽しいなぁ言って、朝起きて、朝ごはん食べに行こう、3人とも浴衣で、ね、はい、食堂みたいなとこ行ったんですよ。結構離れてるんですけど、はい、で、行ったら、さあ入ろう思ったら、あ、お客様すいません。部屋に一旦帰っていただいて、私服に着替えていただかないと、浴衣のままでは入れません。って言われたんですよ。もちろん僕が一番後輩ですから、はい、これはもう僕がパパッとさばかんとあかんな思って、はい、いやいや、ちょっと待ってくださいよと。うんうん、なんで言うことやったらあかんんですかって聞いたら、いや、他のお客様に迷惑になりますんで、いや、浴衣で朝ごはん食べてて、誰のご迷惑になりますと、誰の気分を害します、って言うてたら、キム兄が、おらおら言うて、俺の前で、その人店員に、はいはい、お前じゃ話にならんのじゃ、支配人呼べこらほんなら支配人来はって、すいません、どうされましたか、あ、浴衣で飯食うたらあかんよ、どんねん、どうやすんねん言うたら支配人が、すいません、お部屋に戻られて、私服に着替えていただいて、来てください。なんでじゃこら言うて、聞いてないと。そんなことは聞いてない言うたら支配人が、大変申し訳ございません、どうやすんねん、いや、部屋に戻って、私服に着替えて、なんでやねん、こらー言って、いや、他のお客様もよく言われるんですが、ほんな改善せえやーなんて、どないすんねん、すいません、部屋で私服に着替えていただいて、なんでやねん言うてる間、ずっと支配人の耳元で、松本さんが、俺の私服浴衣やったらどうすんねん。俺の私服浴衣やったらどうすんねん。早いもんですよ、支配人が浴衣のままどうぞ。素晴らしい。ほんま結局浴衣のまま食べたもん。食べました。はい、星来ました。これはもう完全に浴衣ですよね。4,5 年前の話なんですけど、初めて1時間番組やらせてもらえることになったんですね。その当時全く仕事がなかったんですけど、1時間僕らスピードワゴンと松竹の若手のオーバードライブっていう2組で番組やらせてくれることになって、でその内容っていうのがなんか結構過酷な罰ゲームをどんどんクリアしていくっていう番組なんですよ。で罰ゲームの内容が本当に過酷で、僕に当たったのが3日間お風呂に入ってない AD のをペロッと舐める。すごいな。仕事が全くないから、もうやるしかないね。で
もう本当だけどペロって舐めたんですよ、うん、でオンエアの日にもう俺どんな風に映ってるんだろうと思ってオンエア見たらやっぱペロって舐めてて、まあそれは舐めてるんですけど、うん、うわ俺こんなことしたくてこの世界入ったのかな。僕も言ってないですか、はい、含めて4人ですけども、うん、やっぱこういうのはね、はい、主催者が受けてたたんですよ。おお、じゃあ陣内君なんでどんな席順やねんこれ、おかしいやん俺主催者おかしいやん、あなたかい、あなた行きなさいよ。僕行きますか。そりゃそうでしょ。わかりました、じゃあ僕行かせてもらいますよ。はい、あれがじゃあせっかくなんで、はい、陣内くんもいてますし、はいはい、陣内くんの結婚式の時ね、はい、それ披露宴とかじゃなくて、あの結構神社で、あ、神社は本当にもう身内付けやん、神聖なすごい感じのやつに呼んでいただいたんですよ。本当にもう両家だけでやるようなやつに呼んでいただいた、うん、嬉しいことに呼んでもらったら、やっぱ陣内くんの親戚がね、うん、結構おるんですよ、はい、藤原家陣内家があるんですけど、はい、このなんていうんですかね、このノリの違いが結構あったんですよねこう藤原家はね、なんかねもう普通にかっこいいですよみんな、うんうん、みたいな、うん、であんまりそう結構なんかね神々しい、そうし、もう生田神社の中でもその死後は光に乗っ取ったとこですんで、うん、まああんまり写真とかも良くない空気なんですけども、はい、うん、もうほんまにもうこんな陣内の親戚の事件記者みたいなこうもうあちこち撮ってるんですよ、はい、カウントする、来た、はい、こうデジカメで確認して OK、何やねこいつ思ってたんですよね正直僕は、はい、陣内くんの親戚の方ってほんで今から、ご両人が入場されますみたいなんで、もうなんかすごい十二一人みたいな、ね、ですね、で陣内もなんかこう神秘に乗ってたこういう、はいはい、なんていうんですかね、こうエボシみたいな、エボシみたいな百人種でしか見たことないような帽子かぶってこう出てきたのを見て、そのぶっちゃ写真撮ってた陣内の親戚が藤原紀香さん見てめっちゃ可愛いめっちゃ可愛い、そりゃそうやろ女優やん、ね、めっちゃ一通りバシバシとただと、うん、めっちゃ可愛いめっちゃ可愛いってデジカメ遡ってずっとね、はい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 、藤原紀香さんの横顔とか見てめっちゃ可愛いめっちゃ可愛いってこうもがとして見てん、はい、何やねんこの人思ってたら最後バーって巻き戻りすぎてプライベートで撮った自分の犬の先がパッて出たんですね、うん、それ2分ぐらい見てやがんねこれで何でこいつ思ってでもなんやねん陣内家と思ってたら最後にそのもう本当の最後ちょっと軽い食事会みたいなね催して陣内のお父さんがやっぱ挨拶ね、新郎のお父さんの挨拶です、締めるとこですよね、ちょっと雨もしとしと、はい、本日は若い二人のために皆さん足元の悪い中何を言うやったかありがとうございました。なんじゃこの会なんじゃこの会すいません、部屋で私服に着替えていただいてなんでやねん言うてる間ずっと支配人の耳元で松本さんが俺の私服浴衣やったらどうすんねん俺の私服浴衣やったらどうすんねん偉いもんですよ、支配人が浴衣のままどうぞ素晴らしいほんま結局浴衣のまま食べたもん、食べましたほんとに本日来ました、これはもう完全に浴衣ですよね、4,5 年前の話なんですけど、あの初めて1時間番組やらせてもらえることになったんですね、うん、その当時全く仕事がなかったんですけど、うんうん、あの1時間僕らスピードワゴンと松竹の若手のオーバードライブっていう2組で番組やらせてくれることになって、でその内容っていうのがなんか結構過酷な罰ゲームをどんどんクリアしていくっていう番組なんですよ。で罰ゲームの内容が本当に過酷で、僕に当たったのが3日間お風呂に入ってない AD のをペロッと舐める、うわすごいな、これは仕事が全くないからもうやるしかないね、でもう本当だけどペロッて舐めたんですよ、うん、でオンエアの日にもう俺どんな風に映ってるんだろうと思ってオンエア見たらやっぱペロッて舐めてて、まあそれは舐めてるんですけど、うん、うわ俺こんなことしたくてこの世界入ったのかなってすごい落ち込んで、うん、俺このままでいいのかな、もう誰かに怒ってほしいとかすごい思いながら見てて、でそのペロッて舐めた後 CM 行ったんですよ、うん、そしたら CM の一発目が天童よしみさんで、うん、舐めたらあかん今本当に
ただいて、人生舐めずにこれ舐めて。いきます。はい、はい、ボーン。ジュニアさんどうしましょう。設楽さんなんかどうですか。設楽さんいいんじゃないですか、ね、はい、はい、相方、うん、日村の話をじゃあ、はい、させていただきます、はい、ね、日村もまあドジで、はい、日村はいわゆる側外目を割と言われるんですけど、中身もちょっとひどいんですよ。側だけじゃないんですけど、些細なことで言ったら、飲み物よく振る癖があるんですけど、空いてるお茶をまた振ってなったりとか、サインで日付書くのも2000〇〇7とか、今書くのを2000〇〇〇7とか2万7000。細かいのはちょいちょいいっぱいあるんですけど、そんな日村と昔、まあ、2人プラスあともう一人友達がいたんですけど、終電に乗る時があったんですね、うん、で、終電もう間に合わないからっつって、うん、乗らないところ行っちゃうよっつって走ってたんですよ、うん、そしたら、日村はないからもうケーキあって2人おってこっちが取ってる横から僕はまあ取ろうかなと思ってこっちおったんですね、うん、でまあパチ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 、ほんなみんなバーってやったら、こう妹と旦那さんがこっち見てこっち見てみたいな言われるが、こうしてたんですよ。でもたくさん来てはるからもう結構長かったんですよ。まあこう僕をパチパチ横から撮ってたら、旦那さんがほんまもう君らパパラッチかって言ったんですよ。はぁ、あ、思ってる。思わんけええやんけ。めでたいぞ。その時点でもちょうど古かったです。めちゃめちゃタイムにやったらまだあれですけど。こっち向いてください、こっち向いてください。結構考える、まああったと思うんですよ。その、言うたら、バーって取って言うてすぐ言うたんやったら僕まだいいんですけど、こう。結構長くあって僕横パチパチ、君らもパパラッチか。あ何それ、全然思んない。全然思んない。いやもちろんプロじゃないです、皆さんが言うたらそれは滞在感分かります。一般の方です、ええとこの子、そうやそうやで、お前、はい、もうそのすごい立派な人だからっていうのさっぴいてもう全然思んない。あんないやろ、ほんではぁと思って、ほんで次君らもパパラッチかって言ったら、こっちに集まってる人らもう、はぁはぁ思って、なんで笑ってんの。ええや、思うから愛想笑いにも程あるやろ。ほんで横でパッて妹見たら、妹は全然このままやったんですよ。あ、ほんで妹も思んないと思ってんのかなと思って、そのまあ披露宴のちょっとなんか休憩ですかね、終わった時とかに妹とパッと会った時に、お前の旦那あれやな、男前やなって、うん、そうみたいな、でも君らもうパパラッチかって言ったらお前聞いてたかみたいな、うん、全然思んないなみたいな言ったら、ええねんお兄ちゃんみたいなボケとかツッコミとか別に意識してへんからあの人はみたいな、もしやな、まあすごい、だから僕とは全然生き方ちゃうなという、まあそのええ人なんですけど、うちの母親死にまして、それから何年か経ってですけど、大阪の病院で今晩が山やいう時に僕の嫁はん、そしてまあ2歳ぐらいの娘でしたかね、それと、名古屋からわざわざその旦那さん、そうです、忙しいのに今来てくれはって。ほんで、ばーってこう、亡くなる前ぐらいにはもう僕と、おとんと、そして妹、ほんで、おかん、っていう状態になってたんですよ。で、まあ、亡くなって、わー、みたいな、泣いてる二人、みたいな。僕もちょっと椅子横座って、ぼーっとおったんですけど。ほんだら、まあ、示し合わせたんでしょうか、先に、まあ、僕の方が長男やからかわかんないですけど、嫁はんと娘が来て、でも娘、嫁はんちょっとこう、泣きながら、ばーばー、死んじゃったで、みたいな。まあ、娘に言うわけですよ。娘はもうわからんから、うん、みたいな。でもバイバイと言う、みたいな。で、バイバイ、みたいな。で、ちょっと触りとか言って、うん、嫌や、とか。でもそんな絡みあって、うん。まあ僕は別に喋らず、うん。まあもうええ、もうええ、みたいな。で、まあ二人出て行った。ほんなら一泊ぐらい置いて、その旦那さんが、こう入って、はいはい、番組やらせてくれることになって、うん、で、その内容っていうのが、はい、なんか結構過酷な罰ゲームをどんどんクリアしていくっていう番組なんですよ。で、罰ゲームの内容が本当に過酷で、僕に当たったのが3日間お風呂に入ってない AD のをペロッと舐める。うわー、すごいな。これは仕事が全くないからもうやるしかないからね。で、もう本当だけどペロッと舐めたんですよ。で、オンエアの日にもう俺どんな風に映ってるんだろうと思ってオンエア見たら、やっぱペロッと舐めてて、まあそれは舐めてるんですけど、うん、うわ俺こんなことしたくてこの世界入ったのかなってすごい落ち込んで、うん、俺このままでいいのかな、もう誰かに怒ってほしいとかすごい思いながら見てて、うん、でそのペロッと舐めた後 CM 行ったんですよ、うん、そしたら CM の一発目が天童よしみさんで、うん、舐めたらあかん
怒っていただいて人生舐めずにこれ舐めて行きます。はい、ジュニアさんどうしましょう。設楽さんなんかどうですか。設楽さんいいんじゃないですか、ね、はい、はい、相方、うん、日村の話をじゃあ、はい、させていただきます、はい、日村もまあドジで、はい、日村はいわゆる側外目を割と言われるんですけど、中身もちょっとひどいんですよ。側だけじゃないんですけど、些細なことで言ったら飲み物よく振る癖があるんですけど、空いてるお茶をまた振ってはっなったりとか、サインで日付書くのも2000〇〇7とか、今書くのを2000〇〇〇7とか2万7 細かいのはちょいちょいいっぱいあるんですけど、そんな日村と昔まあ、2人プラスあともう一人友達がいたんですけど、終電に乗る時があったんですね、うん、で終電もう間に合わないからっつって、うん、乗らないとこれ行っちゃうよっつって走ってたんですよ、うん、そしたら日村タイミング悪いんですけど、そういう時にかけてよくおしっことか行きたくなっちゃうんですよ。はい、それで日村が案の定こう終電に向かって3人で走ってたら、ちょっと俺おしっこしたくなっちゃったから、うん、もう行っててくれっつって、でもし終電逃したらでもこれないから行っちゃうかもよって言ったら、うん、間に合わなかったら行っていいって言って、で途中で離脱して便所に行ったんですね。で僕ら行ったら電車はまだこうドア開きっぱなしの状態で、あまだ大丈夫だったなっつって、間に合うかなっつって、そしたら意外と早く来たんですよ、日村が。おお間に合った間に合ったっつって、あ間に合ったっつって来たら、日村のズボンのこっちがびしょびしょだったんですよ。うわこいつ漏らしたよ。もう大人なのに漏らしたなっつったら、漏らしてないっつうんですよ。漏らしてんじゃねえかお前。どこっからどうやって逆転すんだろう。こっち気品がねありそうですね。そうね、気品があったから勘違いしちゃったもんね。あっ来ました。つい先日なんですけれども、ルミネ座吉本というね、新宿に我々劇場あるんですけども、そこにですね、うちの先輩木村雄一さん、キムニーとですね、僕の車で助手席にキムニー乗っていただいて、こう向かってたんですよ。まあ、それ土曜日で、結構混んでたりして、で、まあ、地方のナンバーが多いんで、まあ、どんくさいよー言って、結構助手席で、ちょっと目くじらをお立てになられって言ってはったんですよ。どんくさいよ、ほんまに、言って。ほら、ルミネの、7階に劇場があるんですけど、はい、地下の1階が駐車場なんですよ、はいはい、そこは搬入口なんで、うん、その搬入車だトラックとかが止まってる、うん、はい、場合があるんですよ、うん、そうなったら、うん、駐車場いっぱいやとぐるー回ってちょっと離れたところに止めに行かなあかんんですよ、うん、でそこの地下へとエレベーターそのまま7階上がれるんですけど、向こうやと結構歩かなあかんので、うん、これもしかしたらいっぱいかもわからんなと、うん、キムニーが電話してくれて、うん、ルミネのスタッフに、うん、下までちょっと車運転できる子おろしといてくれと、うん、ほらその子に乗り換わってその人に持って行ってもうて、うん、僕らはそのまま上がると、うん、言って、ほら行ったら案の定もういっぱいあったんですよ駐車場が、うん、ほんであ止められへんな、でもそのスタッフの子がいないんですよ、うん、あれおらへんなーってパッて奥の方見て、一番奥にエレベーターあるんですけど、そこでずっとエレベーターを止めて待ってるんですよ、うん、ほんならもうキムに降りて、うん、おめえおらー言って、うん、誰がエレベーター止めとけ言うとんねん、車もうが止めに行け言うとんのじゃ、うん、分かれろらー言って、もう地下にキムニーの声が響き渡り、ほんで向こうはもうすいませんすいません言ってすぐ僕の車乗り換えて、腹立つーってエレベーター乗って、うん、僕7階落ちたんですよ、うん、キムニーがもう腹立つーって言ってこんなねアホのためにね、うん、無駄な時間どんだけ過ごさなあかんねん、全部アホのために俺らもう被害を被ってんねん、うん、どんだけ無駄な時間過ごさなあかんねん言うてる動きで、うん、ここのエレベーターのボタンを腰で1回2回6回押してもらうめっちゃ無駄な時間1回2回6回6回の時も顔真っ赤っかでしょ、それで無駄にしてること多いのね。確かにさあ行きます。わかりました、うん、
今から10年ぐらい前にあのライブが終わって若手の芸人でみんなで打ち上げをしようってことになったんですよ、うんうん、でその時にあのおさらさんが来て今モンキッキーさんです、はいはいはい、モンキッキーさんが女って来たんですよ、うんうん、うわ可愛い子だなと思って、うん、え彼女かなと思ってでもちょっと顔でかいなと思っていろいろ思ってたんですよ、うん、顔でかい女だなと思って、うん、そしたらまだテレビに出る前の、うん、こうなってきたらもう吉井ですよね、はい、はい、お願いします吉井をね、出して、あ、浜田、いやーとうとう昭和の話ですね、はい、昭和の話聞きたいですね、ですね、はい、実は私はですね、はい、30歳から40歳まで、はい、森進一さんの専属の司会を10年間務めました、はい、まあ、森さんがもちろん すごくいい、北の蛍とか、はい、冬のリビエラとか、うん、ヒット曲がもうものすごいヒット曲を持っている時代に全国を回り、はい、それで、まあ、海外からも、はい、来てくれないかという、まあ、ブラジルは、まあ、私は行きませんでしたけど、ハワイ公演、ロサンゼルス、サンフランシスコで、まあ、ハワイ公演の私、まあ、一緒に行きまして、まあ、ハワイに泊まりますよね。で森さんは大体、スイートルームの、まあ、一番上の27階か8階ぐらいのところの一番ペントハウスみたいな、そうですね、そこ の一番、ビーチの真ん中ぐらいのところにあるいいホテルで、まあ、そこへ泊まって私たちもそこの会にね、こうみんな泊まるわけですけど、まあ、付き人がなんか入ったばっかり であるその、これから仕事の打ち合わせをしようとしたらその付き人がいないわけですよ、はい、そこに、はい、どうしたんだって、うん、みんな探せって、うん、でも探せって言ったって会は違うし、どこ行っていいか分かんない、私なんかもハワイ初めてなので、ずっとまあ心配して待ってたらですね、なんか音がするんですよ下から、その森さんが泊まってるちょうど下が付き人の部屋だったみたいです、はい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 、そしたらそのベランダのですね、はい、下のベランダからですね、はい、26階ぐらいですよね、はい、あのベランダに乗ってこうやってせーのバンって掴んで、はい、そのベランダのあのこの杭ありますよね、はい、あれを手すりを持ちながら上がってくんですよ、こうやって足で7階に7階に、はい、こうやって、うん、スパイダーマンみたいなもんですよ、はいはいはい、これでみんなお何やってんだ、はい、わーってもうみんな こんなになっちゃったわけですよ、何やってんだって、こいつそこからポンとここのそベランダに降りてきて、イエーイイエーイ、怖い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 、それをみんな身震いがしてもうみんな黙ってるわけですよ、で森さんが何やってんだ何やってんだ、それなんか言わないでしょそういう感じですよ、そういう感じ、ほんまですか、そんな感じなんですね、そういうなんかもう、どう身体能力がすごい長けただからすごい痩せてて筋肉質で背がまあそんなさ、まあ、中背ですよね、いやでも森さんなんて言ったんですか、でも何やってんだよこれはね、はい、実はね、はい、森さんに電話して、はい、これ言っていいですか、はい、話、そしたら森さんが、見てこっち見てみたいな言われるわ、こうしてたんですよ。でもたくさん来てはるからもう結構長かったんですよ。まあこう僕をパチパチ横から撮ってたら旦那さんがほんまもうまさにできるから。イエーイ。なんで怖いわ。なんで怖いわ。怖いじゃないですか。それはね、なるおさんが失礼ですよ。はい。先輩にタメ口でってでその後のリハーサルも俺ずっとできますかいなあんまり怒ってない、あんまり怒ってない、いきます、兵頭行きましょう、うん、はい、初めて飛行機のビジネスクラスに乗らせてもらった時の話なんですけど、大阪の番組でベトナムに行くって、で初めてビジネスクラスに乗せてくれる、で緊張して座って、で僕英語全然ダメなんですよ、でもう読むのもできへんし喋んのもよう喋らん、でその飛行機がベトナムの飛行機 でビジネスクラスに前の方座らせてもらったんで、前は席じゃなくてちょっと空間とかあの壁のとこやったんですけど、これほんまに思いながらパッて見たら CA さんもベトナムの人で、なんかあの綺麗な顔をした女の人がずっとこうやって笑顔でこうやって僕の方ずっと見てるんですよ、何やろ思いながら、でちょっとちょっと笑った方がええのかな思いながらってやったら、でそのままうなずきもせんとあかんねんねやみたいな、なんかどうしていいか分からん状態なんですよ、それで飛行機バーンってなってプーンって言って、まあ座席倒していいよってなった時にパッて見たらボタンが
4つあるんですよ、座席的なボタンが。でこれ何や思って、普通2つぐらいですよ、で1個バン押したらウィーンって氷ぐらいにもしていくんですよ。これはまあ分かるわ。ほんですぐ左から2番目、それは左一番左で、左から2番目をポンと押したらウィーンって足上がってくるんですよ。おお、なるほどなるほど思って、で3番目ポンと押したらうーん言うけど何にも変化しない。これ何やねんお前。ぱって見たら横のベトナムのおっさんがちょっとこうふーんってなってるんですよ。嘘やんって一瞬なったんですけど、たまたま僕話してもおっさん倒れていくんで、倒す時期やったからおっさんがたまたま倒れてるだけで、俺一瞬何やねんこれってなって、これ3番目おっさんやったら4番目どこ倒れんねんみたいな空気になったんですよ。でこれはもうちょっとおとなししとこう思って、でバーって見てて、また横になんかごっついなんか肘置くとかあって、ガパッて開けて中見たらなんか入ってるからガバッて出した、これモニターがあったんですよ。で何やこれ思って説明書見たんですけど全部英語なんですよ。ただゲームができるっていうのはうっすら分かるんですよ。でゲームも日本やったら絶対せえへん雑誌ゲームなんですよ。なんか猫の保安官がなんか来ないなって何これみたいな、まあまあとりあえず飛行機やからやってみようかないうテンションので、まあまあこれでやろうかな思ったけど、もう電源の付け方さえも分からないです英語やから。おかしいな思っていっぱいボタンあるからどん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 押しとったら、その中に1個あの上半身から上のこういうポーズのボタンがあったんですね。で皆さんにはやっぱりあの司会やっててこうタイミングが悪いとか、はい、いろいろご指導は受けました、ね。まあ、もちろんそれはそう、はい、どういうふうに言われるんですか。いやそれは森さんのあの、あの感じで、はい、まだ違うよ。いやいや、やっぱりモニちゃんに世話になりましたからね。やっぱりモノマネするっていうのは失礼じゃないかと思って。本当はもっとできるんですよね。もっときちんとできるんですけど、あえて下手にしてる。やっぱ失礼じゃない。許可いただいたから大丈夫じゃないですか。こんばんは。全然ダメじゃない。全然笑って。全然ダメじゃないですか。じゃあ行きますよ。はい。うわー、あのですね、はい、僕はこれ小学2年生の時ですけれども、うん、2年生と6年生が同じバスでバス遠足に行くっていうのがあったんですよ。うん、で、まあ、あの2年生と6年生、あのみんな体育館に集められて、うん、こう先生から注意事項を聞くんですが、僕の同じクラスに、これ大ちゃんっていう大輔と同じ名前なんですけど、うん、大ちゃんっていう子が、うん、もうすごいね、感触持ちみたいな子で、うん、もう授業中とかもうわー言うたりする子なんですよ。ほんで非常ベルすぐ押したりする子なんですよ。で、大ちゃんいっつも怒られてるんですよ。ほんで、さあ、注意事項しますよ、って体育館集められて、みんなこう、パイプ椅子座って、こう聞いてたら、目的地まで、ノンストップで行きますから、トイレはね、バス乗る前に先行っとくようにって言ったら、大ちゃんが、おい絶対ノンストップやな、信号無視すんねんなって言うよりですね。先生が、いや、大輔、ほら、通過しなさいって言って。ほんで、まあ、体操服で行きますから、お尻に名前を書いてくるように言ったら、まだ大ちゃんが、うめ、お尻に名前書いて、体操服着て見えへんわって言って、言いよるんですよ。先生もさすがにキレて、大輔、静かにせえ言うとんなー言って、キレられた、もう大ちゃん、うわーなって、座ってた椅子、ぐわー持ち上げて、お前、ぶっ殺したろって言ったんですよ。ほんで、うわ、怖ー思って、もう、シーンですよ。はい、先生が、大輔、なんで殺すんやって理由を聞いたんですけど、大ちゃんもう、うわーなって、包丁で突き刺してやるシーンですよ。ほんなら、6年生のうちの聖児兄貴が立って、いつ以来やんけ大ちゃんが爆笑に。人で、なんか綺麗な顔をした女の人がずっとこうやって笑顔でこうやって僕の方ずっと見てるんですよ。何やろ思いながら、でちょっと、ちょっと笑った方がええのかな思いながらってやったら、そのままうなずきもせんと、あ、わかんねえやみたいな、なんかどうしていいかわからん状態なんですよ。で、飛行機バーンってなってプーンって言って、まあ座席倒していいよってなった時にパッて見たらボタンが4つあるんです。押しとったら、またそこ押したんでしょうね。うん、また、ファッと足見えるんですよ。うん、何やねんな、思って、掘ってみたら、まだこうやって立ってはるんですよ。なんか言わなあかん、思って、何やろな、思って、コーラ指さして、デリシャスって言うたんですよ。向こうが、うん、みたいな感じで、もう、ほんで、何やろな、思いながら、またガーやって、また押したんでしょう、うん。また足見えて、うん、こいつ何遍来んねん、思って、でちょっと鬱陶しい顔しとこう、思って、ちょっと鬱陶しい顔で、これぐらいの顔でこう上見たんですよ。ほんで、これの3倍ぐらい鬱陶しい顔でこうやって見てるんですよ。
なんで怒ってんのってなったけど、なんかよなんか思って、もう外雲ばっかりやったけど、指さして、ビューティフルって言うたら、ぐわーって俺の顔までこれぐらいまで寄ってきて、ボタン言うてる動きで、ここのエレベーターのボタン、腰で1回、2回、6回押してもうめっちゃ無駄な時間1回、2回、6回、6回の時も顔真っ赤っかりじゃん。それで無駄にしてること多いのよね。確かに。さあ行きます。わかりました、うん、今から10年ぐらい前にライブが終わって若手の芸人でみんなで打ち上げをしようってことになったんですよ、うんうん、でその時にお猿さんが来て、今モンキッキーさんですね、はいはい、モンキッキーさんが女って来たんですよ、うんうん、うわ可愛い子だなと思って、え彼女かなと思って、でちょっと顔でかいなと思っていろいろ思ってたんですよ、うん、顔でかい女だなと思って、そしたらまだテレビに出る前の春菜愛ちゃんなんですよ、あややのモノマネする今日もキャプテンに来た、まだ芸能界に入る前の、うん、ここで大阪から東京に出てきたと、うん、でニューハーフの店で働くためにと、うんうんうん、うわもう女にしか見えないと、うん、でもやっぱ顔がちょっとでかいんですよ、ね、うん、ちょっと顔でかいけどねって言ってて、そしたらこれは女にしか見えないから、うん、後輩をドッキリにかけようってことで、うん、来てないのがアップダウンだけだったんですよ、うん、アップダウンってコンビいるじゃないですか、うん、でそれのボケの竹森って子が、うん、もう北海道から出てきてまだ半年ぐらいで、うん、もう純粋な子なんですよ、うん、もう騙すにはもってこいだと、うん、いうことで、うん、もうなんとか竹森ってことをファンで言い寄って付き合うっていう方向に持っていくようにしようと、うん、いうことで竹森が来たら、いや実はねこの愛ちゃんっていう子がすごくファンだからちょっと一緒に飲んであげてっつって、うん、おー全然いいですよって言ったら、うわ超かっこいい竹森くん超かっこいいとか言ったら、もう竹森もなんか鼻の下乗り出して、まあ、マジっすかみたいな感じで乾杯みたいになっても飲んで、やし、ね、1時間ぐらい泳がしたんですよ、うん、したら結構酔っ払ってきて、でも本当に付き合いたいんだけどっつったら、え彼氏とかいないですかって、うんいない付き合いたいっつって、ダメって、いや僕も彼女いないから断る理由はないですけどこれは来たと思っておかしいと思って、じゃあ付き合うでえっつったら、いやまあはいか、あんまり、あ森さんにはやっぱり司会やっててこうタイミングが悪いとか、はい、いろいろご指導は受けましたね、まあ、もちろんそれはそう、はい、どういうふうに言われるんですか、いやそれは森さんのあの感じで、はい、まだ違うよいやいや大げさねいや、やっぱり森さんに世話になりましたからね、やっぱりモノマネするっていうのは失礼じゃないかと本当はもっとできるんですよね、もっときちんとできるんですけど、あえて下手にしてる、ああなるほど、許可いただいたから大丈夫じゃないですか、こんばんは全ダメじゃない、全然笑って全ダメじゃないですか、じゃあいきますよ、はい、はい、わあ。あのですね、はい、僕はこれ小学2年生の時ですけれども、うん、2年生と6年生が同じバスでバス遠足に行くっていうのはあったんですよ。うん、で、まあ、2年生と6年生、みんな体育館に集められて、うん、こう先生から注意事項を聞くんですが、僕の同じクラスに、これ大ちゃんっていう、大輔と同じ名前なんですけど、うん、大ちゃんっていう子が、うん、もうすごいね、感触持ちみたいな子で、うん、もう授業中とかもう、うわー言うたりする子なんですよ。で、非常ベルすぐ押したりする子なんですよ。で、大ちゃんいっつも怒られてるんですよ。ほんで、さ、注意事項しますよ、体育館集められて、みんなこう、パイプ椅子座って、こう聞いてたら、目的地まで、ノンストップで行きますから、トイレはね、バス乗る前に先行っとくように、はい、って言ったら、大ちゃんが、はい、おい絶対ノンストップやな、信号無視すんねんなって言いよるんですよ。この先生が、いや、大輔ほら通過しなさい言って、うん、ほんで、まあ、体操服で行きますから、うん、お尻に名前を書いてくるように、うん、言ったら、まだ大ちゃんが、うめ、ん、お尻に名前書いて、体操服着て見えへんわって言って、うん、言いよるんですよ。はい、先生もさすがにキレて、うん、大輔静かにせえ言うとんなー言って、キレられた、もう大ちゃん、うわーなって、座ってた椅子、ぐわー持ち上げて、お前、ぶっ殺したろーって言ったんですよ。ほんで、うわー、怖ー思って、もう、シーンですよ。はい、もう先生が、大輔、なんで殺すんやって、理由を聞いたんですけど、大ちゃんもう、うわーなって、包丁で突き刺してやるーシーンですよ。ほんなら、
6年生のうちの聖司兄貴が立って、いつ以来やんけ体育館が爆笑に包まれた。すごい、その頃からすごいね。そうそう、顔真っ赤っかですよ。身内として、身内として。その頃からツッコみたかったよな。すごいな、まあ、ちょっといい話でもあるな。なんやろう。あ、陣内、はい、あの支配人が浴衣のままどうぞ。素晴らしい。ほんま結局浴衣のまだ食べたもん。食べました。はい、本日来ました。これはもう完全に浴衣ですよね。4,5 年前の話なんですけど、あの初めて1時間番組やらせてもらえることになったんですね。その当時全く仕事がなかったんですけど、あの1時間僕らスピードワゴンと松竹の若手のオーバードライブっていう2組で番組やらせてくれることになって、でその内容っていうのがなんか結構過酷な罰ゲームをどんどんクリアしていくっていう番組なんですよ。で罰ゲームの内容が本当に過酷で、僕に当たったのが3日間お風呂に入ってない AD のをペロッと舐める。すごいな。これは仕事が全くないからもうやるしかないね。でもう本当だけどペロッと舐めたんですよ。でオンエアの日にもう俺どんな風に映ってるんだろうと思ってオンエア見たら、やっぱペロッと舐めてて、まあそれは舐めてるんですけど、うわ俺こんなことしたくてこの世界入ったのかなってすごい落ち込んで、俺このままでいいのかな、もう誰かに怒ってほしいとかすごい思いながら見てて、でそのペロッと舐めた後 CM 行ったんですよ。そしたら CM の一発目が天童よしみさんで、舐めたらあかん。怒っていただいて人生舐めずにこれ舐めて。いきます。はい、はい、ジュニアさんどうしましょう。設楽さんなんかどうですか。設楽さんいいんじゃないですか、ね、はい、はい、相方、うん、日村の話をじゃあ、はい、させていただきます、はい、日村もまあドジで、はい、日村はいわゆる側外目を割と言われるんですけど、中身もちょっとひどいんですよ。側だけじゃないんですけど、些細なことで言ったら飲み物よく振る癖があるんですけど、空いてるお茶をまた振ってなったりとか、サインで日付書くのも2000〇〇7とか、今書くのを2000〇〇〇7とか2万7。細かいのはちょいちょいいっぱいあるんですけど、そんな日村と昔まあ、2人プラスあともう一人友達がいたんですけど、終電に乗る時があったんですね、はい、で終電もう間に合わないからっつって、うん、乗らないとこれ行っちゃうよっつって走ってたんですよ、うん、そしたら日村タイミング悪いんですけど、そういう時にかけてよくおしっことか行きたくなっちゃうんですよ。はい、それで日村が案の定こう終電に向かって3人で走ってたら、ちょっと俺おしっこしたくなっちゃったから、うん、もう行っててくれっつって、でもし終電逃したらでもこれないから行っちゃうかもよって言ったら、うん、間に合わなかったら行っていいっつって、はい、で、はい、なんかこうてなもん屋みたいな やつかな、はい、そのこう江戸時代劇ものの、はい、なんかこうちょっとこう寸劇みたいなのあって、はい、で僕の役が二役やったんですよ、はい、でそのなんか殿様の役と、はい、なんか町人の松五郎みたいな、はい、でこの二役で早着替えみたいなのもある言うて、はい、でまあいろいろ吉本の芸人さんもいっぱい出てて先輩もいっぱい出てたんですけど、その中でまあそのゲストでですね、もうすごい大先輩ですよ、まあ方ある方がね おられたんですよ。でリハーサルやって僕らももう緊張しながら、その大御所のそのねゲストの師匠がいらっしゃいって来て大御所ですね。ああよろしくお願いします。でもう前日リハーサル室でリハーサルですよ。でそんだけの人ってなかなか集まれないですから、結構12時ぐらいから夜の、でもみんな眠たいな言いながら、まあ明日本番やし頑張らなあかんなってやったんですよ。ほんで、じゃあリハーサルしますって台本片手にこうリハーサルやるんですけど、そのまあ師匠がね、はい、よっしゃ松五郎出てこいみたいな、はい、まあ、僕バーッ出てきて、はい、殿様殿様でまた僕こう早着替えでまた、で最後に二人とも出てきてくれってやるんですよ。できるかー言って、
で、ちゃんちゃん。はい。で、リハーサル、はい、オッケーってなって、はい、で、あまあまあ、そうか、こんな感じか、と思ってたら、ちょっと休憩入ります。あ、はい。1時間ぐらい。全然始まらない。再開。どうなってもう1時とか、もうすぐ2時とかなるで、これ。どうすんの。当時、その師匠のマネージャーの、女マネージャーが来て、ちょっと松本くん、師匠に謝ってくれるかな。ありました、そんなとこ。ごめん、ちょっと分からへん。何ごめん、ちょっと分からへんねんけど。いや、私が思うに、私はもう長いから分かるんよ。師匠は何も言うてはれへんけど、私が思うに、松本くんの、できるかっていうのが、ちょっと失礼なんじゃないか。ちょっと待って。ごめん、ごめん。松本さんと3人でちょっと温泉行こうか、言って。要は温泉旅館に泊まらせてもらうんですけど、はい、今回ホテル行ってみひんか、言って。はい、ね、温泉のついたホテルに3人で行ったんですよ。はいはいはい、で、まあまあ楽しいなぁ言って、朝起きて、朝ごはん食べに行こう、三人とも浴衣で、ね、はい、食堂みたいなとこ行ったんですよ。結構離れてるんですけど。はい、で、行ったら、さあ入ろう思ったら、あ、お客様すいません。部屋に一旦帰っていただいて、うん、私服に着替えていただかないと、浴衣のままでは入れません。って言われたんですよ。はいはい、もちろん僕が一番後輩ですから、はい、これはもう僕がパパッとさばかんとあかんな思って、はい、いや、見えて、うん、こいつ何遍来んねや思って、ちょっと鬱陶しい顔しとこう思って、ちょっと鬱陶しい顔で、これぐらいの顔でこう上見たんですよ。これの3倍ぐらい鬱陶しい顔でこうやって見てるから。なんで怒ってんのってなったけど、なんかよなんか思って、もう外雲ばっかりやったけど、指さして、ああ、ビューティフルって言うたら、ぐわーって俺の顔までこれぐらいまで寄ってきて、ボタン言うてる動きで、ここのエレベーターのボタン、腰で1回、2回、6回押してもらう。めっちゃ無駄な時間1回、2回、6回、6回の時も顔真っ赤っかりだよ。これで無駄にしてること多いのね。確かに。さあ行きます。わかりました、うん。今から10年ぐらい前にライブが終わって若手の芸人でみんなで打ち上げをしようってことになったんですよ。でその時にお猿さんが来て、今モンキッキーさんですよ。モンキッキーさんが女って来たんですよ。うわ、可愛い子だなと思って、彼女かなと思って、でもちょっと顔でかいなとかっていろいろ思ってたんですよ。顔でかい女だなと思って。そしたらまだテレビに出る前の春菜愛ちゃんなんですよ。あややのモノマネする、今日もキャプテンに来た、まだ芸能界に入る前の、ここで大阪から東京に出てきたと、でニューハーフの店で働くためにと、うわもう女にしか見えないと、でもやっぱ顔がちょっとでかいんですよ、ちょっと顔でかいけどねって言ってて、そしたらこれは女にしか見えないから後輩をドッキリにかけようってことで、来てないのがアップダウンだけだったんですよ。アップダウンってコンビいるじゃないですか。でそれのボケの竹森って子がもう北海道から出てきてまだ半年ぐらいで、もう純粋な子なんですよ。もう騙すにはもってこいだということで、もうなんとか竹森ってことをファンで言い寄って付き合うっていう方向に持っていくようにしようということで、竹森が来たら、いや実はねこの愛ちゃんっていう子がすごくファンだからちょっと一緒に飲んであげてって言って、おー全然いいですよって言ったら、超かっこいい竹森君、超かっこいいって言ったら、もう竹森もなんか鼻の下伸び出して、マジですかみたいな、だって乾杯みたいになってもう飲んで、キュンやしね、1時間ぐらい泳がしたんですよ。そしたら結構酔っ払ってきて、でも本当に付き合いたいんだけどって言ったら、え彼氏とかいないですかって、うんね、付き合いたいって言って、ダメって言ったら、いや僕も彼女いないから断る理由はないですけど、これは来たと思って、楽しいと思って、じゃあ付き合うでえっつったら、いやまあはいって言った瞬間に、このままで終わるのもったいないなと思ったから、すぐ愛ちゃんを呼んで、チッチッって呼んで打ち合わせして、でそれでまた愛ちゃんを戻した後に竹森を呼んだんですよ。竹森ちょっとっつって、で来て、どう愛さんとっつって、急にさん付け、これあそこから始まってたの、始まったんです。さ あこうなってきたらもうよしですよね。はい、はい、お願いします。よしをね、出して、あ、浜田、いやとうとう昭和の話ですね、はい、
昭和の話聞きたいですね。ですね、はい、実は私はですね、はい、30歳から40歳まで、はい、森進一さんの専属の司会を10年間務めました。まあ、森さんがもちろん すごくいい、北の蛍とか、はい、冬のリビエラとか、ヒット曲がもうものすごいヒット曲を持っている時代に全国を回り、それで、まあ、海外からも、はい、来てくれないかという、まあ、ブラジルは、まあ、私は行きませんでしたけど、ハワイ公演、ロサンゼルス、サンフランシスコで、まあ、ハワイ公演の私、まあ、一緒に行きまして、まあ、ハワイに泊まりますよね。で、森さんは大体、スイートルームの、まあ、一番上の27階か8階ぐらいのところの一番ペントハウスみたいな、そうですね、そこ の一番、ビーチの真ん中ぐらいのところにあるいいホテルで、まあ、そこへ泊まって、私たちもそこの会にね、こうみんな泊まるわけですけど、まあ、付き人がなんか入ったばっかり で、あるその、これから仕事の打ち合わせをしようとしたら、その付き人がいないわけですよ、はい、そこに、はい、どうしたんだって、うん、みんな探せって、でも探せってだって会は違うし、どこ行っていいか分かんない、私なんかもハワイ初めてなので、ずっとまあ心配して待ってたらですね、なんか音がするんですよ、下から。その例えば森さんが泊まってるちょうど下は付き人の部屋だったみたいです、はい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 、そしたらそのベランダのですね、はい、下のベランダからですね、はい、26階ぐらいですよね、はい、あのベランダに乗ってこうやってせーのバンって掴んで、はい、そのベランダのあのこの杭ありますよ、はい、あれを手すりを持ちながら上がってくんですよ、こうやって足、7階に7階に、はい、こうやって、うん、スパイダーマンみたいなもんですよ、はいはい、これでみんな、お何やってんだ、はい、わーってもうみんな こんなになっちゃったわけですよ、うん、何やってんだって。こいつそこからポンとここのそベランダに降りてきて、イエーイイエーイイエーイ怖い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 、それをみんな身震いがして、もうみんな黙ってるわけですよ。で森さんが何やってんだ何やってんだそれなんか言わないでしょそういう感じですよ、そういう感じ。ほんまですか、そんな感じなんですね。そういうなんかもう、身体能力がすごい長けた。だからすごい痩せてて、筋肉質で、背はまあそんなさ、まあ中背ですよね。いや、で森さんなんて言ったんですか。でも何やってんだこれはね、はい、実はね、はい、森さんに電話して、はい、これ言っていいですかって話。そしたら森さんが、見て、こっち見て、みたいな、言われるわ、こう。こうしてたんです。でもたくさん来てはるから、僕小学2年生の時ですけれども、うん、2年生と6年生が同じバスでバス遠足に行くっていうのはあったんですよ、うん、で、まあ、あの2年生と6年生あのみんな体育館に集められて、うん、こう先生から注意事項を聞くんですが、僕の同じクラスにこれ大ちゃんっていう大輔と同じ名前なんですけど、うん、大ちゃんっていう子が、うん、もうすごいね、癇癪持ちみたいな子で、うん、もう授業中とかもうわー言うたりする子なんですよ。ほんで非常ベルすぐ押したりする子なんですよ。で大ちゃんいっつも怒られてるんですよ。ほんでさ、注意事項しますよって体育館集められて、みんなこうパイプ椅子座ってこう聞いてたら、目的地までノンストップで行きますから、トイレはね、バス乗る前に先行っとくようにって言ったら、大ちゃんが、おい絶対ノンストップやな、信号無視すんねんなって言いよるんですよ。ほ先生が、いや、大輔、ほら、通過しなさいって言って、ほんで、まあ、体操服で行きますから、お尻に名前を書いてくるようにって言ったら、まだ大ちゃんが、うめえ、お尻に名前書いて、体操服着て見えへんわって言って、言いよるんですよ。先生もさすがにキレて、大輔、通過しない言うとんな言って切れられた。もう大ちゃんうわーなって座ってた椅子ぐわー持ち上げて、お前ぶっ殺したろって言ったんですよ。ほんでうわ怖ー思って、もうシーンですよ、はい、もう先生が、大輔なんで殺すんやって理由を聞いたんですけど、大ちゃんもううわーなって包丁で突き刺してやるシーンですよ。ほんなら6年生のうちの聖児兄貴が立って、椅子いらんやんけ体育館が爆笑に突き刺したすごいその頃からすごいね、顔真っ赤っかですよ身内として その頃からツッコみたかったよなすごいな、まあ、ちょっといい話でもあるな何やろあ、陣内はい、TMC っていうスタジオあるじゃないですか、はい、東京メディアシティっていうキルタスタジオ、はい、